県営大宮サッカー場はいよいよこれから第71回を迎えました全国高校サッカー選手権大会、その埼玉県大会の決勝戦であります。勝ち上がってきたのは武蘭高校と、そして大宮東高校、好カードになりました。まあ、今年のキャッチフレーズが始まりの予感、まさにこの何かの予感を感じさせる、そういった今日のこの好カードであります。武蘭高校、大宮東高校、今日は解説には高体連サッカー専門部技術委員長柴田宗弘さん、そしてゲストには三菱浦和フットボールクラブファームの監督斉藤和夫さん、ベンチサイドがリポーター辻豊人アナウンサー、実況上野明でお伝えしてまいります。柴田さん、よろしくどうぞお願いします。はい、よろしくお願いいたします。斉藤さん、よろしくどうぞお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、柴田さん、はい、まあ、いよいよ今日が決勝戦ということで、まあ、178校の頂点に立つのはどこかというとなりますが、はい、いいカードになりましたね。そうですね、まあ、現在のですね、はい、埼玉県をリードしている2校が決勝戦ということで、必ず素晴らしい試合をしてくれるものと確信しております。はい、非常にレベルの高い2校ですから、まあ、これ全国に例えてもおそらくベスト8あるいはベスト4ぐらいの、ね、ゲーム展開になるんじゃないかという、そうですね、はい、そんな感じありますよね。ご覧のようにバックスタンド応援席も本当にこう早くから詰めかけまして、本当に満員といったそんな状態になっています。さあ、それから斉藤さん、はい、斉藤さんは、まあ、三菱浦和フットボールクラブファームの監督なんですが、実はこの大宮東高校、それから武蘭高校という両校からも選手が行ってますよね。そうですね、まあ、大宮東で言えば、まあ、トップチームには滝田がいますがゴールキーパー、はい、ファームの方には佐藤、それから今倉という選手がいますね、はいはい、それから武蘭からは昨日ということになりますか、はい、いかんでしょうか、この辺は。そうですね、早くトップチームに入って活躍してもらいたいと思いますね。そうですね、そういった格好で今日のこの決勝戦ですが、斉藤さんから見てどういうふうなところにこう注目を置いていきたいですか。どちらのチームがボールを支配する率が高くなるかっていうことで、はい、攻撃のそれぞれの形がいい形でできるっていうところが一つの勝負の分かれ目になるんじゃないかなと思ってるんですけども、うん、なるほどね。まあ、そういった意味でも柴田さん、はい、本当になんかこう予測できないそんな両チームの今日の決勝戦ですね。そうですね、まあ、例年ですと、はい、まあ、決勝戦になりましてもですね、どちらかがやや有利ではないかという予想が成り立ってたんですが、まあ、今年に限りましては、はい、どちらが勝つか本当にちょっと予測がつきにくい、もう本当に好カードと言えるんじゃないかと思います。そうですね、はい、まあ、今年の大会が71回大会ですが、まあ、これまで過去の大会を見てこの武蘭高校、大宮東高校は、4回その直接対決、まあ、全国の覇権を争っているんですが、63回大会が武蘭高校が4対2で大宮東に勝ちました。この時は全国では帝京と島原商業が同時優勝、はい、それから65回大会、この時は大宮東高校が2対1で武蘭に勝ちました。まあ、この時東海第一高校が全国優勝、67回大会は武蘭と大宮東2対2 PK54 で武蘭が勝って全国出場、まあ、この時は清水商業が優勝、それから68回大会、武蘭高校が1対0で大宮東に勝って、全国へ駒を進め、この時の全国優勝は南岩高校という、まあ、そういった形だったんですが、したがって5回目というとなりますね、はい、果たしてどちらが勝ちましょうか。まあ、本当にこう苦しいゲームを勝ち抜いてきた両チームでありますが、それではこの決勝トーナメントベスト8の戦い、準々決勝からその振り返ってみたいと思いますが、まず武蘭高校と本庄東高校の対戦、7日土曜日に行われました。まあ、このゲームは武蘭高校が、柴田さん、非常に苦しいゲームを行いました。そうですね、ポイントゲッターのですね、はい、宮原の解説だということもあるんですが、まあ、本庄東のですね、はい、前線が非常によく目立ったというともに、本来の武蘭の動きがですね、はい、あまり出なかった試合というふうに見ております。シュートの数では武蘭高校が20本打ったんですが、結局ゴール入ったのが1本だけということで、斉藤さん、サッカーというのはどんなにシュートを打っても入らないことにはね。そうですね、さあ、しかしこれが後半の37分というところでした。高田が打って、そしてキーパーが弾いたところ、この江原が落ち着いて決めました。これが柴田さん、貴重な1点。そうですね、まさにもう延長戦に入ろうかという時間帯だったので、そうなんですね、そうだったですね。大山監督もその延長戦というのがちょっと頭の中にあったそうですよね、はい、まあ、そんな格好で武蘭高校がこのベスト8の初戦は本庄東を相手に本当に苦しいゲームを行いました。1対0で勝って、まあ、ベスト4進出を決めたんですが、さあ、そのベスト4のゲームです。14日昨日行われました。相手は西武大高校、まあ、西武大が非常に良かっただけに、柴田さん、西武大のこれはひょっとしたらというような可能性も秘めていました。そうですね、
まあはい、先ほどの決勝点の江原君、この先取点の江原君の見事なシュート、まあ、そういう意味で、エースがですね、着実にやはり活躍していると、そういう意味では無難らしさが攻撃で出てきているということだと思いますね。まあ、前半の23分にその江原のシュートで1点を取って、まあ、前半が1対0、そして後半に入って、まあ、73分なんですが、まあ、高田が打ってその後室井のヘッド、そして浦田が最終的にはヒールキックで決めるということで2点目を取りました。これがまあ大きな2点ですが、その後の3点目、これはまあ本当こう決定づけるね、2点目で、はい、まあ、勝負あったという感じがしたんですけれども、非常にいいところに浦田がおりましたですね。そうですよね、73分、まあ、74分いずれも浦田が決めました、まあ、4点目はもう、はい、おまけと言いますか、そんな感じはありますが、はい、この山下のゴール、これがまあ後半の79分というところで取りまして、まあ、後半が3対0、したがって4対0で勝って今日の決勝進出ということになりました。まあ、この準決勝を見る限りは武南は非常にいいものを見せてくれました。そうですね、本庄東戦と比べますとですね、はい、本当に決勝戦を前に最後の仕上がりができたなという試合をやってくれましたですね。さあ一方の大宮東高校ですが、これが8日日曜日のゲームでした。準々決勝、相手は寄居高校、前半が0対0で折り返しました。しかし後半に入ってこれすぐ点を取りました。そうですね、流れ自体は、まあ、大宮東で進んでたんですけれども、前半なかなか点が入らなかったというところで、まあ、後半早々のシュートだったので、これでリズムに乗りましたですね。確か後半入ってホイッスルが鳴って30秒ぐらいの後でしたもんね、はい、そうですね、後藤から出て松尾が決めました。まあ、そういった意味では後半に入って大宮東高校はやはり自分たちのサッカーをしたとい う, そ, う、ね、そんな印象がありましたよね、はい。まあ、これは後藤のシュート、中村監督はこの後藤が準々決勝あまり良くなかったんで、なんとかこうね、やってほしいという格好だったんですが、後藤はこれ2本目を決めるんです。2点目ですね、決まった大宮東高校3点目。まあ、この2トップの後藤、それから大塚というね、非常にこうスピードのある選手がね、まあ後藤が決めたことによってこの大宮東高校もやはりこう波の方が乗ってまいりました。まあ、そしてまあその後に今度はこれがまあ見事なパスでしたですね。これは結局自殺点という格好になったんですが、まあ、結果の方はしかし、後半に入って4対1で大宮東高校がまあ3点をリードという格好で、結局は4対1勝って、まあ、ベスト4進出を決めました、はい。さあそしてそのベスト4ですが、浦和市立高校戦、あの PK で浦和市立にこれ前半の4分に1点を与えました。まあ、ですか、ハンドがありましてですね、はい、市立が最初に点を入れたということで、試合自体は大変面白くなったんですけれども、ただ大宮東から見れば時間的にはまだまだ4分ですからね、はい、かなり余裕がありました。そして13分にご覧の松尾のシュートが決まりました。松尾君ですね、これはもうダイレクトの素晴らしいシュートだったですね、逆サイドを狙いまして、この辺は斉藤さん、いいシュートですね。そうですね、さあそして今度は前半が1対1で終わって後半に入ったんですが、後半はもう本当にこう大宮東のペースでした。この1年生の増田、見事にシュートを決めました。1年生ですがいい選手ですね。そうですね、今斉藤さんからも話がありましたけども、はい、1年生であれアウトにかけたシュートなんですね。あの角度からなかなかインステップ正面、キーパーの正面ということがありますもんで、はい、それを綺麗にアウトにかけて点を入れたという、素晴らしい角度だったですね。大塚のシュートも綺麗なシュートでした、はい。そして今度は若林です。1対1でシュートゴール、まあ、これが後半3点目、計4点目ということで、まあ、この準決勝は4対1で大宮東高校が浦和市立高校を破りまして、今日の決勝進出を決めたわけであります。まあ、両チームともに、まあ、準決勝は非常にいいゲームをしてまいりました。まあ、そして、まあ、昨日の今日という、まあ、連続になるんですが、いよいよ今日が決勝戦、白と紫のユニフォームが武南高校、そして青いユニフォームが大宮東高校、非常に興味のあるカードとなりました。上野さん、はい、今ちょうど審判によるチェック、スパイクなどが行われているところなんですが、始まる前の両校の監督の表情、大変対照的で、武南の大山監督は自分からドライブのかかったシュートを打ったりしながらですね、ゴールキーピングのチェックをやっています、はい。一方の大宮東の中村監督はそれをじーっ
っと見ておりました。ほう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 。だから無難のチェックを一生懸命してたというのが対照的でした ね、なるほどね。一応大山監督の方はですね、はい、ベストメンバーで国体出てたとか国体から怪我して帰ってきたとかあって、ベストメンバーでできる時間が短い、あと 2,3 週間欲しいぐらいのチームだ、はい、こう言ってました、中村監督は絶好調は9月だったと。ほうほうほう。それに比べるとまだ、足りない状況なんだけれども、やっぱりうちは2点取って3点取られたりするポカをやるチームなので、はい、それを決してやらないようにと、選手には言ってますと、こういうことでした、はい。というその試合前の表情、辻井豊人アナウンサーが伝えてくれましたが、柴田さん、はい、今の両監督の表情ですが、そしてまたコメントですが、はい、そうですね、無難はですね、はい、このところ上昇ということで、無難としても、今年も代表権を得たいということで、はい、大山先生も最終的なチェックを練習から行ってたと、はい、いうことに対して、大宮東はですね、はい、当たってぶつかれという気持ちで、うん、行くんじゃないかなという気がしますんですね。なるほどね、はい、そういったところが、相手がどういうふうに出てくるかというようなことを観察しながら、自分たちの効果をなくして、はい、自分たちの持っているサッカーを出していこうじゃないかということじゃないかと思うんですけど、なるほどね、はい。今日の決勝戦はレフェリーが前住さん、そしてラインズマンが北村さんと神原さん、スタンバイが桑原さんということで始まります。大宮東高校、青いユニフォーム、左から右に攻めてまいります。その大宮東高校のキックオフで、これから前半の40分がスタートを切ります。左から右に攻める青いユニフォームの大宮東、そして右から左に攻める白と紫のユニフォーム、武蘭高校、両チームのこの決勝戦、全国覇権を争う、これが直接対決は5回目ということになります。過去4回全国大会出場経験を持つ大宮東高校、そしてまた過去7回の全国大会出場、しかも全国大会優勝という、そういった経験を持つ武蘭高校、この両チームの戦い、非常に興味のあるところなんですが、どういう好展開を見せるか全く予想のできない、そういった両チームであります。ただスピードという点では本当に両チームともに持ってますし、そうですね、その中でも、はい、大宮東の方がスピードには勝っているであろう、で、武蘭はですね、はい、スピードがある中で、はい、正しい、正確な技術、はい、を持っているチームということで、簡単に表現すればですね、はい、技とスピードの勝負というようなことが言えるんじゃないかなと見ておりますんですけど、中村監督、大山監督両方お話を聞いても、本当に今年のチームに関しては互角であろうというね、そういった表を与えていました。したがって大山監督の方はその大宮東のスピードに合わせてしまってはいけないと、あくまでもやはり冷静にゲームを見つめていくと、当然そのスピードで押し上がってくるということはその裏側が絶対開くわけだから、その辺をうまくこうついていきたいという話をしていました。その一つ、いろんなポイントがあるんですが、先ほど話しました坂口君ですね、あとボールをキープしたのはアサリ、グラン高校のアサリ、シュートを打った、シュートを打ってきました。その前にですね、一つ心配しておりますのは、はい、大宮東高校のですね、ディフェンスが3人という、はい、3-5-2 のシステムを取っている中で、僕としてラインが非常に浅くなるというところがですね、はい、もしかしたら破綻になるんじゃないか、それが今ちょっと現れましたですね、はい、なるほどね。さあ武蘭高校、そして大宮東高校が今ボールをキープ、ヘッドでつなごうというところであります。ハーフェイラインの攻防、3番の平山はキャプテンです。そして武蘭高校、この辺もかなり厳しいマークを行っています、チェックを行っています。さあ平山がボールをキープしました、大宮東のキャプテンです。さあここから6番の松尾ボールキープ、そして10番の後藤です。後藤は右のサイドエグローというところ、一旦バックに返します。12番は1年生の増田、増田折り返しました、そしてゴール前はクリア、ゴール前はクリアです。そしてホイッスルが鳴りました。さあそれでは両チームのスターティングイレブンご紹介をしていきましょう。さあ武蘭高校、白と紫のユニフォームです。
ゴールキーパーが1番吉野は178センチ、2年生です。そしてディフェンダー2番坂内3年生、3番為谷2年生、5番の室井は182センチ、3年生、10番梅原は1年生で国会の選手です。そしてミッドフィーダーですが、高田が6番をつけまして3年生、7番浅木は3年生、8番の斉藤は2年生です。ゲームを作ります。フォワード陣は11番浦田3年生、そして13番江原キャプテン国会選手3年生182センチ、16番は山下です3年生です。これがスターティングイレブン。さあチャンスを迎えます。高田がボールを蹴りました。そして逆サイドヘッドでクリア、ピアは小さいがここで落ち着きます。そして坂内が上がってまいります。2番の坂内、まあ、注目する選手であります。縦にパスを送りました。このパスはつながりません。7番は小林弘之、青いユニフォーム大宮東高校です。ブラン高校は控えの方にはゴールキーパー12番の堀内2年生、ディフェンダー4番横田3年生、フォワード9番内野2年生、ミッドフィーダー14番金沢1年生、フォワード15番出雲3年生が入っています。ブラン高校白と紫のユニフォーム。さあチャンスを迎えるか、江原が行きました。そして11番の浦田ヘッドで競りましたがキーパーです。キーパーの大滝がガッツリセーブしました。171センチです、3年生。さあそしてその青いユニフォーム大宮東高校のスターティングイレブンご紹介をしましょう。ゴールキーパーが1番の大滝172センチ3年生、ディフェンダーは2番の松田国際選手スイーパーです3年生、3番キャプテンの平山3年生181センチあります。4番の江島は3年生です。さあゴールの前ヘッドでクリア、これはクリアしました。さあそのスターティングイレブン続けましょう。ミッドフィーダーは5番の松井3年生、6番の松尾は3年生国体選手、7番小林国体選手3年生、12番は松田1年生です。そして9番の桜井2年生、ファード陣は2トップです。10番の後藤はこの大会6得点2年生です。11番大塚 50m6秒1という国体選手3年生です。そして控えの方にはゴールキーパー17番の大黒3年生、ディフェンダー15番マサ3年生、ミッドフィーダー16番澤田3年生、フォワード13番小泉3年生、そしてフォワード22番若林が3年生です。控えの選手はこういった選手が入っています。青いユニフォーム左から右に攻める大宮東高校、そして今ボールをキープしたのは16番の山下3年生、ブラン高校です。白と紫のユニフォーム、右サイド右のオープンスペースボールを送りました。これはサポートありません。さあ壁に当たってボールは跳ね返ってくる。非常にスリリングなスピードのあるそういったゲーム展開を行っておりますが、今手元の時計ではまもなく前半の5分になろうというところですが、柴田さんここまで見てどんな印象ありますか。全くですね、はい、今上野さんからお話があったように、スピーディーなですね、はい、非常に激しい、攻守にわたって激しい試合が展開されてますですね、予想した通りのやはり攻撃になりそうですね。ペナルティーエリアの中、松田が今ボールをタッチラインに出しました。スローイン7番の浅利です。ブラン高校11番は浦田、この選手も注目をしたい選手。浦田はこの大会は4得点です。右のコーナーサイドになりますが、さあスローインボールが入りました。ヘディングシュートはどうだ。そして山下が逆サイド飛び込んでくるが、キーパーの大滝ががっちりセーブしました。柴田さん、大滝も172センチとキーパーとしては小さいですよね。小さいんですけど、見た目以上、はい、身長の割には見た目は大きく見えますですね、はい、さあ上はしっかりしてますよ、割と上、はい、高いボール意外とその割にはしっかりしたプレーをしますよ。なるほどね。まあ、そういった意味で斉藤さん、はい、まあ、背がやや低いキーパーどういうところを注意してゴールを守ればよいでしょう。そうですね、バックに指示を早く与えて、自分の弱点をやっぱり早くカバーするっていうことが一番必要なんじゃないかな、なるほどね、はい、さあ高田そしてクロスで上げようというところですが、これはそのままゴーラインを切っていきました。まあ、高田という選手は柴田さん、はい、この決勝トーナメントベスト8から見てますとミドルシュートあるいはロングシュート盛んに打ってきますよね。右サイドに出てきましてですね、はい、非常に攻撃参加、シュート、はい、満面なくやってる選手ですね。そうですよね、はい、まあ、その跳ね返りをまたゴールという、ね、ケースも当然出てくるわけで ね、はい、逆に言えば大宮東のこのクリアが小さいと打ってくるというのは当然出てくるわけですね。シュートシュートもよく打ちますんで、この辺は気をつけないといけないところですね、さあ大宮東6番の松尾がボールをキープ、国体選手です。右サイド右のオープンスペースにボールヘッドでクリアです。そして5番は室井182センチあります。ブラン高校右
から左攻めと回ります。ボール頭で落としました。浦田から山下、山下16番の山下ボールをキープ。さあ左サイドから上げるか、左のオープンスペースを深くエムローというところですが、ボールはそのままゴールライン、懸命に守ります。とにかく全国大会に例えても本当にレベルの高いこの埼玉県大会の武蘭高校と大宮東高校のこの決勝戦、柴田さん、はい、とにかく今埼玉県内のこの高校レベルで一番高いのはやはりこの2校と言っていいわけですもんね。そうです、間違いないですね。まあ、そういった意味であの斉藤さんがこの高校時代南高だった浦和南高校だったんですが、あの頃はもう浦和勢が非常に強かったですよね。そうですね、ちょっと県内ではというような相手がいないっていうような、本当そうでしたね。まあ、それから柴田さん、やっぱり時代を経て流れも変わった、地図も変わったということですよね。まあ、打倒浦和、はい、打倒浦和というところからですね、武蘭が出、また打倒武蘭の中から大宮東が出てきているということが、このところの十数年の歴史じゃないかと思うんです。キャプテンの平山、タッチに逃れました。タッチラインをボールが割って、そしてスローインは武蘭高校6番の高田です。6番の高田167センチ、わずかはありませんが4人選手です。さあそしてこれはボールキープは大宮東高校、ハーフウェイラインを越えました武蘭高校のこの陣地。さあパスを流しますが、と2番の11番の大塚の、まあ、このプレーも非常にいいプレーだったんですが、つなぐことはできませんでした。さあそして11番は浦田、ボールをキープ。浦田一旦バックに返します。そして梅原からこの3番の為谷、16番山下、まあ、全国もあちこちでその代表校を決まっておりますが、この埼玉県大会は今日は決勝戦、まあ、178校が参加をして、そして熱い時期に1次予選。さあボールキープしたのは室井です。激しいタックにありました。かなり厳しいチェックです。夏に1次予選が行われて、そして、まあ、武蘭高校と稲学園、まあ、柴田さんの学校にもなりますが、まあ、インターハイの出場ということでこの1次予選は通過しました。したがって残り14ブロックで、まあ、その勝ったチームが二次予選に進出を決めました。10月の31日、11月の1日、3日とこの3日間にわたってその4ブロックの、まあ、4校ずつリーグ戦を行って、その上位2チームが決勝トーナメントに顔を出しました。7日8日準々決勝、そして昨日14日県民の日が準決勝、そして今日の決勝と、まあ、駒を進めてきたわけであります。そして、まあ、今日が終わりますと明日早くも全国大会の抽選会が行われるという、まあ、そういったスケジュールになっておりますが、シュート、2番の松田のシュートです。まあ、斉藤さん、この松田という選手はね、はい、リベロ、はい、まあ、後ろから前からとこれもこうね来るという選手になりますが、そうですね、今のシュートいかがですか。タイミング的にはいいタイミングだと思うんですけどね、残念ながらちょっと吹かしちゃって、柴田さん、この選手は1年生からもねレギュラーでやってましたよね。はい、まあ、今年は国体の中心選手でもあるということだったんですけれども、まあ、予選見るとですね、このトーナメント2つ出てて、はい、あのリベロというあれを与えられてるんですけども、意外とスイーパー的なポジションになってですね、なるほど、出てくることがあまりなかったんですけど、今日はもう最初から割と積極的に小栗さんがしておりますですね、中村監督はね、今日のゲームはとにかく最初からガンガン行きますよという話をしていました。さあ高田がボールを蹴り出す、そして上げてキーパー172センチ、このキーパーの大竹治、前出てきてがっちりこのボールをセーブしましたが、武蘭高校1人選手が倒れています。さあそして武蘭が今ボールをキープ、これはホイッスル、ファールがありました。そして今ゲームを止めます。1人、これは誰でしょうか、背番号ちょっと確認できませんが、今江原が起こそうというこの5番の室井ですか、5番の室井のようですね。まあ、今のようなボールが上がりますと、当然この室井とそれから江原あたりがヘディングでね競ろうというところになりますが、182センチのこの室井、まあ、その室井がキーパーと接触プレーということになりました。
小山監督の心配線に今行きましたが、さあ、ブランは12でゲームを進めます。ブラン高校のフリーキック、6番の高田、キック力を上げます。いいボールを上げました。そして江原が飛びます。裏にボールが行ったが浦田のシュート、枠の中には入りません。浦田真央3年生、172センチ、6.4。まあ、準々決勝でこの人が早く点を取っていればもっと流れは変わっただろうというよく言われましたが、ただその鬱憤を準決勝で話しました。さあ、ボールを今度はインターセプト、大宮東高校青いユニフォームです。6番の松尾正則、そして12番は1年生の増田、これをクリアしました。前半も13分を経過しています。40分ハーフ、今日の決勝戦、県営大宮サッカー場、たくさんのファンが詰めかけています。浦田君、はい、江原君がちょっと怪我で出ておりませんでしたけどね、浦田君だけで点を取りに行く部なんですけど、はい、ちょっと力不足、特に浦田君、江原君が加わるとですね、はい、浦田君の力も倍増してくるということで、なるほどね、江原君が完全復帰してきましたので、浦田君もですね、伸び伸びとサッカーやれてると。確かにそうですね、特に準々決勝は江原抜き、それから斉藤中盤も抜きというね、はい、ことでしたもんね。したがって苦労苦戦を強いられたんですが、その斉藤が今ボールをキープしました。8番斉藤君もぜひ8番の選手注目してもらいたいです。はい、そうですね、2年生なんですが、昨日の西武大での最初の得点がこの、ね、サイトが非常にいいボールが出てね、浦田君に渡しましたですね、さあ浦田がボールをキープします。横に叩きます。そして江原がボールをキープ、江原、そして山下、これをボールをカットしようという6番の松尾、ホイッスルです。まもなく15分になろうというところ、今日のこの決勝戦、非常に速いテンポでゲームの方も進みます。まあ、とにかくスピーディーなゲーム展開ですから、この時間に過ぎるのが非常に早いというそんな感じになりますが、さあ10番の1年生の梅原、国会の選手です。176センチ66キロ、ここまでまだシュートの数が、ブランが3本、さあどうだ、オフサイドですね、オフサイドフラッグが上がっています。まあ、15分経過したところで、やや、はい、ブランの技が、大宮東のスピードを止めて、やや優位に展開していたという状況のようですよ。斉藤さん、どういうふうにご覧になりますか。はい、ここまで15分、無難の速いプレッシャーっていうか、ボールの動かしとか、そういうふうにちょっと大宮東の方が落ち着いてないと言いますかね、なんか今までとなんか様子が違うぞっていうような感じでプレーしてるんじゃないかなという感じなんですけどもね、スピードを生かしきれないというね。確かに柴田さん、はい、その11番の大塚慎吾、非常に速い選手なんですが、ちょっと目立ちませんもんね。最初にですね、お話しようと思って、はい、話が途中に変わってしまったんですが、ブランの2番を作っているのは坂口、これがウィングバックというぐらいで、はい、攻撃参加を非常にしてくる選手ですね。それに対して、さあいいボールが上がった、クリアです。はい、大塚君がですね、非常に、まあ、おそらく180何個の中で、中でも一番スピードのある選手じゃないかと見てるんですが、さあこれもいいボールが出た、江原、そして斉藤だ、斉藤がボールを打てない、打てない、打てない、打てません。おっと、アサリだ、アサリが折り返し、シュートはついた、バイチンのヘッド後ろから、下からのシュート、よく守った、これはファインプレーですね。キーパーの大滝よく守りました。しかしまだ無難の攻撃が続きます。いやそれで話が通ってしまったんですが、坂口君と大塚君の争い、これがですね、結局大宮東が優位に展開できれば、坂口君のオーバーラップを止め、大宮東自身の攻撃自体もですね、生きてくると、ところが大塚君の動きが見えないようであれば、そこにやはり無難の組織と、運動量、正確性が勝って、はい、ブランが優位になるんじゃないか、そういう見方を一つしてるんですけどね、はい、そういう意味で今大津君がまだ見えないということは、ブランの方が試合を優位に展開していると、なるほど、ね、優位に見てもいいんじゃないかと思います、はい、その大宮東の11番の大塚前方にいます。そしてその7番の小林からボールを受けようということですが、ダメです。さあハーフウェイライン、江原、右のサイド行きました。江原から手を上げていた11番の浦田へのパス、なりません。
厳しいチェックです。いい展開ですね、はい、小林、うん、この辺も厳しいですね、はい、なかなかそのゴール前でボールを上げることはできません。さあそしてブランコーク浦田から北山、まあ、今のなんかでも斉藤さん本当はキーパーにボールを返したいんですがこれができないというね、新しいルールになりましたからね、はい、従ってもうタッチに逃れるしかありませんでした。さあスローインです。南高校さあコーナーキックになりました。これが前半南高校は最初のコーナーキックになります。こうなるとゴールの前は室井あるいは江原ということになりますよね、はい、そしてゴールの目の前は浦田がいます。こぼれたところを押し込もうというところ、さあ室井か江原か平山が飛びました。そしてシュートは空振り、斉藤のシュート空振り、そしてここから大宮東のスピード、このスピード大塚がボールを持った、大塚慎吾ボールを持った、さあどうする、一旦後ろに返す、増田、そしてブランのディフェンスも返っています。ちょっと足を取られました松尾、そしてファードを取られたブラン高校。さあこれは大宮選手の A、 やっぱり攻撃なんか大宮選手の持ち味ですよね、はい、そうですよね、一気に相手ゴールまで追いかかるという、はい、9番の桜井です。平島、そして後藤、そして逆サイド大塚慎吾、このシュートはダメです。サルクがよく逃げましたですね、非常にいい展開で ね、ゴール前にボールを持っていったんですが、さあそしてコーナーキックになります。大宮東高校もこれが左コーナー最初のコーナーになりますが、さあこちらはどの辺に合わせるか、ゴールの前は松尾が入っています、逆サイドは松田1年生、キーパーパンチング斉藤がクリア、しかしクリアは小さい、そして坂井がボールをキープします、左に開いて、おっとこれはちょっとミスになりました。坂口から縦にパスが送られます、浦田が走り込む、浦田そして松田、いやしかし斉藤さん、はい、その前のその大宮東の攻めなかなかね見せてくれます ね、初めて崩したっていうか、はい、いい形になったんじゃないかと思いますけどね、そして大塚のシュートだったんですが難しかったですか。バックの選手がよくコースを潰しに行ったっていうところじゃないかと思いますけどね。前半の20分を回っています。両チームまだ得点の方はありません。浅見がボールをキープ、坂口この人のオーバーラップ、これがこの人の持ち味、2番の松田が詰めていきました。これはコーナーキックになります。まあ、柴田さん、この辺の、ね、坂口の動きですよね。そうですね、先ほどお話した通り、はい、彼がどれだけ攻撃参加できる、左バックスの為田君もですね、はい、同じように攻撃参加してくる選手なんですが、どちらかというと坂口君の方がそれが回数が多いもんで、はい、そうですよね、まあ、今日は大塚君との対決が、はい、そういう意味で非常に楽しみだというふうに見てるんですけど、さあコーナーはショートコーナーから高田がボールを蹴ったんですがクリアされました。1年生の梅原、縦に長いパスを送ります。平山のヘディングでのクリアは小さい、そして山下がボールを落とす、江原がボールをキープ、ブランク高校江原がボールをキープしました、そしてシュートを打ってくる、江原182センチあります。センターフォワード、はい、まあ、ツートップの中の前にいるセンターフォワードと言っていい選手ですのでね、はい、ナイスのチャンスだったらああいう風な形 で、 そうですよ、ね、でもいいですから、ナイスゴールを狙うと、ゴールを狙わないことには点は入りませんので、はい、ただ多少こう首筋を痛めているということで、その辺は大宮東の中村監督が話をしていたんですが、昨日のゲームを見る限りやはりこうヘディングよりも足で打ってきているなという ね、はい、そういったチェックを行っていました。国際大、後ろが長引いているんですけれども、これは素晴らしいスライディングタックルを見せました梅原、そして浦田がボールをキープして、さあ斉藤にボールが行きました。ブランコークを開きます、もう一つ開いて山下がシュート、今のこのブランの攻めですが、斉藤さんいかがですか。非常にテンポがあって、いいと思いますけどね、
今度は大塚慎吾、大宮東高校ボールをキープ、折り返して、これは誰もいません、サポートありません、しかしまだキープします、キーパーが出てくる、これは足でクリアしました。しかし柴田さん、ちょっと目が離せませんね。ね、目を離すともうゴール前、無難の攻撃が終わったということは、もう次は大宮東、本当にそうですね、双方のゴール前にあっという間に飛びますね、したがってスタンド満員なんですが、本当にもうキャーキャーというそういった声。前半の22分23分になろうというところ、40分ハーフです。さあボールキープは桜井、9番の桜井、大宮東高校、アウトの左から2位攻めていきます。松井から桜井、そして開きました、一つ開いて小林です、小林ですよ折り返した、これはコーナーキックになります。はい、大宮東も今みたいにですね、スピードだけに頼るんじゃなくて、はい、速いボール回しをすれば、さらにそのスピードが生きてくるということで、はい、今のコースなんかも素晴らしいですよね。さあ左コーナー、2本目のコーナーキックになります。前半大宮東高校、6番の松尾、逆サイド12番の増田、3番の平山もいます。さあ平山に合わせるか、平山飛んだ、室井も飛んでいます、そして山下がクリア、高くボールが上がりました。また大宮東高校がボールをキープ、松田、スイーパーの松田、一旦左オープンスペース開きました、そして中に上げて平山が行く、平山とのこのアイコンタクト、見事なものがあったんですが、ジャストミートはできません。キャプテンの平山薫、柴田さん、いかがですか、いいボール来ましたね、これ、どっかに触ってれば1点かという場面だったんですけどね、斉田さん、あれだけ長いボールをあれだけのコントロールできればいいでしょうね、はい、そうですね、もう十分じゃないかと思いますけどね、はい、だいぶ大宮東の方も落ち着いてボールを動かせるようになってきたんで、これからいい形ができてくるんじゃないかと思いますけどね、はい、さあ一旦体勢を整えそうというこの大宮東高校、長いパスがハイクロスありました、そして後藤がボールをキープする、後藤が意図するところは非常にいいところ、さあこの辺はクリアが小さい、クリアが小さい、桜井ボールをキープ、後藤だ、後藤が来ました、そして右にもう一回中に入れようというところですが、増田捕まりました、今度は武南高校、江原がボールをキープする、江原左のオープンスペース、ボールをドリブル、さあそしてさあチャンスになるか、打てるか、打ってくるか、激しいタックル、5番の松井、そして今度は大宮東高校、増田は1年生クリア、いやいや、しかしご覧のように中村監督映っております、もうこれベンチにいてもね大変でしょう、ボールがハイクロス上げられました、ヘディングはなりません、逆サイドサポートありません、まあ、今中村監督映りましたが、実は準決勝から帽子をかぶってるんですね、まあ、準々決勝まではボールをつけていませんでした、実はの奥さんが帽子かぶった方がいいんじゃないのという一言があったそうで、そうですか、どういう理由でしょうかね、どうなんでしょうね、はい、まあ、もともとこう紙スポーツがいて、ね、そしてベンチに座っている方なんですが、したがって準々決勝からその一言アドバイスがありまして帽子をつけています。さあその大宮東高校、そして今度は武南高校がボールをキープです、山下ゆっくり上がろうというところ、江原へのパスは通りません、まあ、今のなんかでもハーフライン越えてゆっくりこう攻めていきたいところなんですけどね、武南もねボールをカットされました、さあいやいや、斉藤さんからもお話がありましたように、はい、あの大宮東のリズムへ現在入っていますね、なるほどね、こちらは大山監督です、大山照人監督、まあ、とにかく全国大会に駒を進めますと、優勝あり準優勝あり、そしてベスト4ありと、まあ、この学校が行けば柴田さん必ず全国ではね、そうですね、素晴らしい記録をね、はい、成績を残して帰ってくるんですが、まあ、71回目になりまして、はい、まあ、毎年お話するんですけどね、武南が優勝してもう11年が経とうとしておりますので、なんとか今年こそということで、本当そうですね、やってもらいたいと思うんですけれども、はい、
まあ、ブラン高校は昨年まではその上野という、ね、選手がいました、はい、背番号10をつけて非常に注目された選手、まあ、どちらかというとその選手いい時も悪い時も耐えるという、ねうね、感じだったんですが、はいまあ、そういった意味では今年はチームワークですよね。そのチームワークでプレーを行ってさ、山下がボールをちょこんと出したんですが3番の亀山がダメです。上野君はとにかくあれではなくてですね、はいこういう集団のスポーツは、はい、エース1人に頼るよりは全体でやった方がより大きな効果を生むということもありますので、そうですよね、去年はさらにカレー君という素晴らしい選手も僕たちはおりましたんですけれども、中園ね、いましたよね、はいですから昨年と比べるとやはり今年はこう非常にこうチームワークでプレーをしているという話をしていた小山監督ですが、特に自分たちでこのゲームの中自分たちで考えてゲームをするという ねそういった話をしていました。したがって特にどの子のというこうサインは出していないんですよという大山監督なんですが、まあ、斉藤さんその辺は大事なことですよね。プレイヤーとしては ねイメージのゲームでありアタコを創意工夫といいましょうか、いろんな工夫をしなきゃいけない、それはやっぱり自分で考えるのが一番いいんでしょうからね。そうですね、自分でやっぱりこうプレーしながら、はい、何が今一番やらなくちゃいけないか、常に考えながらやっていかないとうまくいかないですね、はい、そうですよね。インターハイの予選で、はい、さあボール上がった、キーパーです、キーパー吉野取りました。偶然うちのチームがブランコこと対戦する機会を得ましたんですが、はい2対1でうちが勝利を収めた、まあ、大山先生とですね、はいろんな疑問点を、うん、投げかけましたんですよ。ブランが負ける要素がない中なんで負けたんだということで、まあ、その中でやっぱ一番強く言われてたことは、はい、いろんなところで子どもたちの自主性を、うん考えてやってるんだと、自分自身は、まあ、大山先生のことですが自分自身はなるべく細かい指示はしない、いいパスが、これそしてゴールが来ました。大宮東高校10番の後藤のシュートが決まった、1点成功。小林君からのパスじゃないですか、最後は綺麗に行きました。前半の29分、大宮東高校10番後藤のシュートが決まりました。さあもう一回見てみましょう。あそこから桜井から増田を使って、そして後藤、増田ですね、桜井から増田、そして 後藤とボールが集まった、いいボールが出ました、いわゆる裏へ出すボール、アウトで実に綺麗な、見事なパスが通りました ね、これが大宮東高校のスピード、1対0と均衡を破れました。前半の29分、大宮東高校が先制です。さあ浅利がボールをキープ、上げる、小原が飛ぶか、裏へ出した、そして山下が行く、シュート、どうだ、キープのシュート、1対1、オフサイドじゃないですかね。オフサイドですか、フラッグが上がっています、その前にオフサイドフラッグが上がっています。1対1の同点かと思われたその瞬間、これはリプレイを見てみたいですね。そうですね、ここからこれ競りますね、ヘディング、はい、それで後ろでシュートそのまま打ちますね、非常に微妙なところですが、ですが、まあ、これはもう、まあ、判定ですからしょうがないんですが、レフリーの話しか分かりませんので、まあオフサイドと言われればオフサイド、出ないと言われれば出ないという、そんなこう非常に厳しい判定でした。いや、まあ、このところ菅野さん、はい、やはり J リーグも始まります、はい、それから日本勢はアジアカップでも優勝しました、はい、特にこう審判の皆さんも一生懸命ね、そうですよ、ゴールを判定をしている、はい、そんな中でいろんなやっぱりこうね、はい、ことが言われていますが、技術と審判はですね、はい、ちょっと相反する的な要素をですね、多くの方が持たれるんですが、はい、決してそうじゃないんだと、技術を担当される先生方もですね、やはり審判というものの理解をより深めることによって、はい、サッカー自体が向上していくんだと、いう気持ちを持って、もっともっと審判やる先生方が増えてほしいと思いますね、そうですね。さあこれはヘディングでクリア、クリアは小さい、クリアは小さい、16番の山下、これは打ち切りました、ハーフライン、そして胸でトラップ、松井です、5番、大宮東高校、いいボールが出ましたね、いいボールが出ました、左にオープンスペース、そして
折り返したんですがゴールラインです。ゴールラインを越えています。まあ、本当に斉藤さん、はい、まあ、ナビスコカップがあって非常にいいプレーをして、実は三菱フラフトボールクラブも、5位というね、はい、惜しいところで、まあ、決勝へはトーナメントへは進出できなかったんですが、はい、やっぱりこの審判の判定でね、うん、というのもあったりもしました。もうそういうのは、もう仕方がないですね。やはりね、はい、ちょっと大宮東の江島君ですね。江島、はい、4番つけた江島君なんですが、先ほどのブナの攻撃の時にですね、はい、足を痛めたようで、これだけハードな試合になってますんでね、ちょっと心配ですね。なるほど。あ、そうですね、ちょっと足を引きずっていますが、4番の江島正彦3年生です。まあ、非常に目立たない選手なんですが、はい、まあ、ストッパーの仕事を忠実にこなしておりますので、ね、はい、そうですね、確かに大宮東といいますとやっぱり松田平山だってね、はい、そうです、どうしても名前が出るんですが、はい、確かに地味でありますが確実にそのプレーをこなしている江島、これはホイッスルです。1対0と前半の29分に大宮東高校が後藤のシュートで1点を先行しています。まあ、その後ブラン高校が追いついたかに見えたんですが、しかしオフサイド、得点は認められませんでした。1対0大宮東1点をリード。前半33分を経過しています。ボールを持ちます。大宮東高校はユニフォーム、そして今度はブラン高校がボールをキープします。11番の浦田、浦田からフリー状態でボールをもらった高田一旦返して坂口、2番の坂口ボールを上げました。そして江原が飛ぶ、ものすごい歓声が沸き起こります。県営大宮サッカー場、今日の決勝戦、さあ松田がボールを持ちました。室井も行きます。室井がボールをカット、そして長いボールがまた縦に送られました。タッチラインです。これはブラン高校のスローイン。どちらもやはり攻撃的に、はい、システムを取ってますんでね、ポコッとフリーな選手が出てくる、相手のボールに渡った瞬間にですね、フリーな選手が、その選手がやはり それなりの活躍をしているということで、このゲームがやっぱり面白くなっているという、ね、このフリーの選手がつまらないプレーをしてしまうと、全体の流れがパーッと止まってしまうんですが、その選手がそれなりのやっぱりサッカーをやってくれてますんでね、このゲームが非常に面白くなっているという。さあ今江島からまた横に叩く、そしてボールを前にリード、2番の松田縦に送りました。10番はシュートを決めている後藤、左に展開していきます。そして中に切れ込んでいきます。松田がボールをキープします。大宮東高校青いユニフォーム、そして白と紫がブラン高校、中盤を作るこのゲームメイク斉藤、8番斉藤から横にパスが送られました。亀谷、縦にパスを送る、山下が走る、そしてボールは出てしまいました。35分を過ぎています。残りあと5分ありません。この前半1対0と大宮東高校が1点をリード。今年が第71回大会、お正月から始まるその全国大会へ向けての埼玉県のこの予選、果たして大宮東高校か、あるいはブラン高校か。江原です。体を入れて、そしてさあ斉藤がボールを持った。さあ斉藤はどうだ、シュートは亀ヶ谷のシュートはサイドネット、3番亀ヶ谷のシュートはサイドネット。このサッカーでは1対0という試合がですね、非常に微妙な心理的な状況を双方のチームにもたらすということで、これで大宮東がですね、精神的に引くようですと、はい、逆に勝ち目はなくなってくる、まあ、同点に追いつかれてもいいから、はい、まあ、最初からやってるようにですね、攻めると、もう攻めると、攻めると、はい、いうことであれば、勝機も自然に来るんじゃないかなという、はい、なるほどね、この1点のもたらせりつってきたら、ものすごく面白いですよ。なるほどね。さあ斉藤がボールをキープしますブラン高校。この両校は今シーズンは関東大会予選で1対0でブラン高校が勝ち、インターハイ予選では2対0でブラン高校が勝っています。
いずれもブランクオフは勝っておりますが、この全国へ向けての選手権大会のこの県予選、現在大宮選手高校が1点を先行しました。37分が過ぎてあと残り3分ありません。シュートの数ではブラン高校が8本、大宮選手が3本、その3本のうちの1本後藤が決めています。13番の江原、おっと足を引っ掛けられました。これはファール、フリーキックです。さあ柴田さん、ここは大事にしたいです ね、 ですね。残りあと2分半ぐらいですね、はい。まあ、こういう重要なところに諸江君がですね、はい、よく競り勝って得点に結びつけておりますので、ね、はい、江原君よりは諸江君のところに狙ってくるんじゃないかと思いますけどね。まあ、そのこぼれ球をどうするか、はい、一発で決めるかという。高田上げた、そしてクリアです。そして坂口、これはオフサイドです。フラッグが上がっています。残りあと2分です。まあ、ゲーム展開から言えば全く同じような展開を見せているんですが、とにかくシュートの数ではブランは上回ったものの、ね、枠に入ったのが大宮東高校ということで1対0です。29分に後藤のシュートが決まっています。12番の増田から出た綺麗なボール、後藤が決めています。縦に送ります。2番の坂内、サイドを変えています、戦時しています。江原、あとちょっとトラップミスになりましたが後ろから押されました。ホイッスル、フリーキックはブラン高校。前半残りあと1分少々、高田がボールを出しました。そして山下が走ります。これは松田が行きました。ゴールキックに変わります。まあ、今シーズンは3回対戦するこの両チームでありますが、過去2勝0敗でブラック高校が勝っています。またこの全国大会の決勝戦という意味では過去4回3勝1敗でブラン高校が勝っているんですが、今日が直接対決5回目になります。決勝戦、増田から前線にフィードされました。そして後藤が行きます。室井が競っています。もう手元の時計ではあと30秒です。時間はありません。しかし大宮東高校も柴田さん、非常にこう練習ゲームを、ね、多くする学校なんですが、はい、そうですね、今年も130ぐらいゲームを行って、はい、1試合平均 3.2ぐらい取ってるそうなんですね。先ほど中村先生、9月がピークだというようなお話がありましてね、国体、まあ、10月だったんですが、5人選手が大宮東から選ばれてるんですけど、まあ、その頃はですね、はい、お話聞きましても、5人の国体の選手は必要ないと、はい、まあ、これは冗談、もう半分入ってるかと思うんですけども、はい、高校選手権にはその5人の選手は必要ないと、まあ、そのぐらい練習試合で負け知らずで来たぐらい、選手は熱いチームだという、はい、しかしこれは大山監督言いましたが室井ですよね、今競って倒れましたが、はい、左肩をちょっと打球かなんかですか、まあ、一応無駄はいいんですが、もう戦力としてはヘディング非常にいいものを持っています。ちょっとこれ心配ですね。ちょっと左腕を動かしていません。上野さん、はい、前半の前半に1回打って外へ出てましたね、はい、そこをまた打ったみたいですね。なるほどね。辻アナウンサーからリポート入ってきましたが、前半確かに1回打って外へ一旦出ました。ナッジプロを打ったということでちょっと心配です。手元の時計ではもう前半時間がありません。さあこれがブラン高校、ひょっとすればラストチャンスになるかも分かりません。前半壁を下げます前住レフェリー。さあそして打ってきますが、前半残り時間はありません。さあ同点にして追い返すことができるかブラン高校。横へ流しました。そして坂口打ちました。そして鎌ヶ谷が待っています。いや高田がボールをキープ、高田がキープします。そして右サイドをついて折り返すことができるか、折り返してスルーはダメです。4番の江島、さあ上げました。チャンスか、逆サイド山下が飛ぶ、どうだ、シュート、逆サイドに必ずこの山下がいます。打ちましたが、しかしキーパー正面、得点には結びつきません。ほとんど時間はありません。前半、さあまだチャンスです。ブラン高校、
田、そして坂口、そして今ホイッスルが鳴りました。前半を終了です。いや、上野さんの時間を知らせていただくのを無理して、あ、もうこんなに経ったのか、もうこんなに経ったかという、あっという間に40分が終わってしまいましたですね。さあ、しかし柴田さん、はい、1点を先制したのは大宮東高校でした、はい、前半の29分松田からいいボールが出ました。そうですね、さあそのスローですが、はい、ここから桜井、そして増田、ね、壁を使って裏へ出して、はい、素晴らしい得点ですね。倉本斉藤さん、ファインゴールですね。そうですね、文句なしですね。パスが非常に良かったんじゃないかと思うんですけどね、なるほどね。ちょうど、はい、あの斉藤さんもお話になったように、ブランの一つの流れが止まった時に、はい、大宮東のリズムへちょうど入ったところに、この得点が生まれたということで、大宮東高校が前半の29分、後藤のシュートで1点を取っています。この放送は県営大宮サッカー場からお送りしています。今日は日曜日ということもあります。本当にたくさんのこのサッカーファンが詰めかけました大宮サッカー場、まあ、この埼玉県大会も1次予選が178校、そしてその後にベスト16が2次予選を行いました。そして勝ち上がったベスト8が決勝トーナメント、まあ、今日がその決勝戦ということになったんですが、その決勝トーナメントベスト8の戦い、まあ、ゴールシーンを8からのその決勝、まあ、ゴールシーンをご覧いただいたわけなんですが、さあこの決勝戦はこの後どういう風な展開を見せるか大いに興味を持って進めていきたいと思います。今日のこの決勝戦、県営大宮サッカー場からお送りしています。さあ選手が出てまいりました。これからいよいよ後半の40分がスタートを切ろうというところであります。今日のこの決勝戦は高体年サッカー専門部技術委員長柴田宗弘さんの解説、そしてゲストには三菱浦和フットボールクラブファームの監督斉藤和夫さんに来てお話を伺っておりますが、さあ柴田さん、はい、まあ、前半を振り返って、そしてこの後半、はい、どんなことが言えそうですか。そうですね、最初15分ぐらいまでの流れはですね、はい、無難だし、正確なパスワークとボールコントロールで、はい、全体を制していたと、15分以降ですね、大宮東が持ち前のスピードを生かして、はい、その中にダイレクトを持ち始めたところで、29分ですか、はい、見事な点にまずは結びついたというところで、
前半そういう結果ですが、後半どうなるか、まだまだ予断を許さないというのが、正直な気持ちでございます。しかも予想がつかないですよね。まだ予想がつきません、さあそのブラン高校のキックオフで後半の40分がスタートを切りました。さあ浦田が来ます。左にオープンスペース、縦にパスを出しましたブラン高校。さあそしてスローインです。ラブランとしては早い時間帯に1点を返したいというところになりますが、さあスローインで浦田にボールが行きました。一旦返して上げることはできるかどうか。逆サイド江原が待っている。その江原が飛んだ、ヘディングシュート。これはポストは見切れていきました。上野さん、ハーフタイム両監督の指示です。まず武南高校の大山監督、大宮東のサイド攻撃に守備は注意をしなさい、攻撃の方は、左サイドを使いなさい、特にゴール前では強気でシュートを打ちましょう、まだまだやれるという雰囲気でした、それからあの心配された室井君は、脱臼まで行ってないんですが本人が痛がってまして、結局出られない。4番の横田正俊が登場ということになります、それから一方の大宮東の中村監督の方はもううちのチームは興奮しやすいんで、とにかく落ち着いてやれと、それから後半のスタートは0対0のつもりだよと、で攻撃の左右のバランスが悪い。左はタッチライン沿い使えるんだが右は全然そのタッチラインのスペース使えないのでそれを注意しました、守備は江原のヘッディングは強いね、こう言ってました。なるほど、という辻アナウンサーその両サイドのベンチリポート、ハーフタイムの指示を伝えてくれましたが、柴田さんいかがですか。そうですね、攻撃に関してはですね、大宮東、右サイドの、展開をですね、もう少し、重視しようということですか、それから逆に武南がですね、左サイドの攻撃がいいけれども右サイドを乗るというような状況がありましたので、よりグラウンド広く使っていけということの指示だと思います、なるほどね、それから、やっぱり室井君の2月の体調はこの後どう影響するか、ね、ちょっと心配ですね。あの上背という点ではね、横田が171センチとこれ多少変わってきますから、当然攻め方もね、変えなきゃいけないということになるかも分かりません。さあその両チームのこの後半のイレブンなんですがご紹介をしていきましょう。グラン高校ですがご覧のように吉野、坂口、亀ヶ谷変わりませんが、今リポートありましたように、室井に代わって横田が入りました。1年生梅原はそのまま、そしてミッドフィーダー高田、浅利、斉藤、フォワードは浦田、江原、山下、変わっていません。エンドが変わってグラン高校この白と紫が左から2に攻めていきますが、さあそして左のオープンスペースから中にボールを入れました。いいボールがいったぞ。さあどうだ、打てるから打てるから、浦田が、そして高田がシュートは切れました。距離的には高田の得意の距離だったんですが、そのキックが結局右方向を逸れていきました。高田167センチです。キック力があります。さあもう1回見てみましょう。逆サイドを狙ってくるとね、もう少しチャンスがあったかと思うんですけどね。さあそしてまたチャンスを迎えています。江原が折り返すことはできません。壁に当たりました。さあこのブラン高校のスローイン、浅利が行きます。これはクリアしました。さあまだチャンスかな、まだチャンスです。斉藤からもう一回斉藤だ、どうだ、打てるか、打った、シュートはこれも切れていきました。そしてこれはコーナーキックに、いや、ゴールキックです。さあそしてコーナーキックですね、はい、コーナーキックです。したがって今選手がそのゴール前にそれぞれが詰めていきます。ブラン高校の選手も今ゴール前は浦田、そして中央を飛び込もうという身長のある江原。さあ浅利がボールを蹴っていきます。これもショートコーナー使って2番の坂内、中に入れて、さあシュートはどうだ、打てないか打てないか打てないか、あっと惜しい、ブラン高校打てませんでした。いやー柴田さん今のはね、斉藤さんあの体勢で浦田打てませんでしたから、またボールが行きましたが、さあ裏へ出してヘディングシュート、そして山下のシュートを打てるか、キーパー行った、もう一回浦田というため息は漏れますが、さあそして指示を送るこのキーパーの大滝、まだゴール前、ボールがあった。さあまだ武南が攻めていきます、波状攻撃。
これでもかこれでもかと攻めていく見え出しました。坂内が行きました。先ほどお話しましたですけどね、まあ、少なくともブラウンは点を取らなければ勝てないということで、攻撃しかけてきますですね、まあ、それで大宮東が精神的に引いてしまうかどうか、これがやっぱり一つのポイントですよね、おっと浅利がまたボールをキープした。浅利がいったらどうだ、打つか、回して、あっとダメだ、センタリングはダメです。浦田のところにボールはいきません。だから逆に今度は恐ろしいのは、ブラウンは攻撃攻撃ということで目が全てそちらに行ってると、思わぬ逆襲からカウンターがね、カウンター、ということもありますので、まさに目の離せない本当にそうですね。さあ坂口上げてゴール前、これもコーナーキックになります。大宮東高校のそのメンバーをご紹介しようと思うんですが、そんな時間はありません。このコーナーキックが終わった後にご紹介しましょう。さあ右のコーナーサイドになりました。コーナーキックは坂口がボールを蹴ってまいります。これはミスキックになりました。さあその大宮東高校ですが、後半のメンバーは全く変わりありません。ゴールキーパーに大滝、ディフェンダー松田、平山、英島、ミドフィーダー松井、そして松尾、小林、増田、桜井という5人、フォワードは後藤と大塚の2トップです。1点をリードしている大宮東高校、しかし斉藤さん、本当になんか分かんないですね、後半。そうですね、今立ち上がりちょっとブランの方が良さそうにやってますけども、いい時に点を取れるとガラッとまた変わると思うんですけどね。そうでしょうね。さあそして大宮東は今度はボールをキープ、これは切れていきました。それからこのハーフタイムのシーンで辻アナウンサーから入ったんですが、中村監督は0対0の気持ちということを強調されたそうですが、斉藤さん、1対0でリードしていますが、本当にリードというのは頭の中ではないでしょうね。そうですね、どうしても考えてしまうと守んなくちゃっていうのはありますからね、それよりも 0-0 のつもりで最初前半やってたような感じで、ずっと時間忘れてやってて、タイムアップの笛を待つっていうような感じのがいいんじゃないかと思いますね。そうでしょうね。これは追って流れていきました。それから斉藤さんがご覧になってその前半なんですが、ブランでまず目を引いた選手って誰になりますか。江原君とか山下君なんか、ね、あと斉藤君あたりがやっぱり中盤で、なるほどね、それから大宮東はどうなりますか。大宮東の方は、トップの選手ちょっとあまり活躍する場面があんまりなかったんですけども、そうですね、増田君なんかがやっぱりいいタイミングで、スルーパスを出して、一連性ながら見事だと思いますけどね、さあそして桜井がボールをキープ、どうだ、シュートを打った、バーに当たった、バーに当たった、11番の大塚のシュート、バーに当たりました。その大塚が今右足だったんですが、ちょっと足を引きずっています。そしてまだチャンスは続きます。その大塚が行きました逆サイド。さあこの辺は細かくつなごうというところですが、ホイッスルは鳴りました。ファールを取られました。そして大宮東高校がフリーキックです。まあ、確かに柴田さん、この辺が怖いところですね。そうですね、ただ同じファールでもですね、非常に体を張った仕方のないファールという、そういう意味では、非常に気持ちがすっきりしますね、まあ、昨日の試合あたりもちょっと汚い、やってはいけないようなファールもちょっと目についたもんですから、なるほど。さあシュートはカーブをかけて、そしてどうだ、大塚のシュート、これもポストだ。そして後ろからシュートは、これは胸でトラップクリアします。さあまだ大宮東のチャンスが続く。松田ボールをキープ、これも激しいチェックがありました。まだしかし大宮東高校青いユニフォーム、ボールを入れて平山が行きます。平山が行きました。さあそして平田がボールをキープするブラン高校、ちょっと待ちたいですね、まだ上がっていません、そして今上がってきました。8番の斉藤から浦田右のオープンスペースを使います。厳しいチェックをかいくぐる。そしてどうだ、激しい攻防、斉藤です。斉藤ちょっとこれはトラップミスになりました。タッチラインを割っています。
やしかし斉藤さん、はい、大塚のシュートが2本続きましたがバーとポスト惜しかったですね惜しかったですね。しかし柴田さん、はい、大塚という球がやっぱり出てきましたね、出てきましたね、はいはい、さあ武南高校が斉藤がボールをキープしました。中盤でゲームを作ります。そしてハーフラインここから横にまず長いパスを送りましてサイドを変えました。浅見7番です。7番の浅見から右のオープンスペースを使います。高市は走り込んでいきますが間に合いません。クリアされました梅原。さあそして武南高校が今メンバーが変わります。16番の山下に変えて14番の金沢を投入してまいります。1年生の金沢をここで投入してまいります。金沢上1年生170センチ65キロ。まあ、この大会でも1点を取っている金沢ですが柴田さん、この選手はですね、2人引きなんですけども、はい、実に面白い選手ですね、これから面白いと思いますよ、はい、この選手投入しまして、あの準々決勝の本庄東戦ではこの人が後半から入って、はい、随分流れを変えましたもんね、はい、もう1人でサッカーをやってたようなもんで、はい、まあ、それが最後江原君のシュートに結びついたという、はいはいはい、江原君も最後で持ち込んで出てきた選手だったんですけれども、1対0と1点を追っている武南高校、1点をリードしている大宮東高校、そして今度は大宮東高校が大塚が今退きました、まあ、シュートを打った後にちょっと右足を引きずる格好を見せていたんですがここは代表を取りました。まあ、若林君22番が入りましたけど、はい、彼自身も途中交代で非常に点を多く入れている選手なんですね。あの実はこの大会8得点ですよね、はい、まあ、とにかく大宮東高校はこのリーグ戦そして決勝トーナメントと、まあ、5試合で得点30なんですが、まあ、そのうちの8点を若林が取っています。得点30失点が4、一方の武南高校は得点が14失点が3というこの大会の成績です。江原にボールが当たりました。江原です。13番の江原2人行っています。平山と松田が行っています。この辺もしかし柴田さん見応えがあるというかエースの江原に対してやはり守りのエースの松田とね平山という2人がいますもんね、さあ高田がボールを蹴ってまいります。コーナーキック後半に入ってこれが3本目のコーナーキックです。江原が待ち構えています。その江原が今飛びました。ヘディングシュート入ったキーパーの、おっと目の前でキーパーがいた。昨日はブロイ君のヘディングからあの同じ足の形 で浦田のね、浦田君の2点目で入ったんですけど、今日はちょうどキーパーの正面だったんですね。正面でしたね。決定的な場面でした。ご覧ください。この場面ヘディングシュート高さで勝ちました。さあしかしそのブラン高校まだ攻めていきます。浦田右サイドへ入ります。近くへ入っていきます。そして一旦返して坂口上げました。江原がこれも飛ぶ。キーパー出てきた。パンチングそして浅利が打つ。おっと江原に当たりました。オーバーヘッド。いやこの辺は斉藤さん、はい、あの浦田が打てばキーパー正面、それから今浅利が打てば江原に当たるとちょっとついてませんね。ちょっとアンラッキーが続いてますね。従って攻めている武南高校ですがちょっと本当にこうアンラッキー、まあ、柴田さんこれもちょっとやっぱりこう大宮東のね1点リードというその辺がオフサイドの件もしっかりあるんでしょうかね。ちょっと武南としては嫌なムードが出てきてる。その辺をだからね打ち破っていかないといけません。亀谷タッチに逃れました。後半の14分を回っています。シュートの数はこの後半に入ってブランが5本、大宮編が4本。さあ英島がボールをそしてクロスで上げました。頭で落とす。梅原がヘッドクリア。オーバーヘッドは若林。浅見金沢6番松尾そして若林からもう1回松尾。まあ、少し力の差があればですね、はい、残り25分という時間帯でどうにもなりますけれども、力が接近しているだけにですね、はい、
やっぱりグランは何としても行ってほしい、大宮東も実を言うと行ってほしいんですよね。そうでしょうね、はい、確かに次の1点でも随分流れが変わりますからね。もう勝負は決定じゃないですか、はい、どちらが入れるかが、さあ坂西からいいボールを伸ばした、斉藤キーで蹴って高田のシュート、もう1回打てるか打てない、斉藤のヒールで一旦返して、そして高田が打っていきました、キーパーの正面、シュートも素晴らしいですね、ディフェンスも素晴らしいと。さあしかしまだコーナーキックチャンスが続きます、コーナーキックでチャンスが続きます、7番のアサリ右コーナー、ブラン高校のチャンス、ヘディングはクリア、若林が取りました、斉藤から、そして梅原から右サイドをつきます、右のオープンスペースですがヘッドでクリアは小さい、これがボールキープはブラン高校高田、坂口に出しました、坂口折り返すことができるかどうか、さあ高田から待ってますよ、どうだ、飛び込んで矢原のシュート後ろ行った、金沢その前にオフサイドフラッグ、ホイッスルが鳴っています。斉藤さん、はい、本当についてませんね。そうですね、でもだいぶ外が破ってセンタリングが、はい、多く入ってきてるんで、惜しい形っていうのは随分できてきてるんで、はい、必ず取れるんじゃないかなっていう感じも、なるほど、しますか、はい、はい、前半16分を過ぎています。まあ、この辺は柴田さん、あと残りはまあ16分を過ぎたところ、17分になろうということはまだまだ時間はありますが、やはりこう集中力ですね、さあボールが出ました、6番の高田、そして7番の浅利、おっとこれは激しいスライディングタックル、5番の松井3年生、いやこれはね、はい、10番でも時間は過ぎますよ、本当、そうなんですよね、本当にこうスリリングなゲームを行っています両チーム、ブラン高校と大宮東高校、前半終わったところで、後半20分からの勝負というふうに、はい、呼びましたんですけれども、本当そういう感じになりますね。さあボールを上げてヘッドは後ろに行きました、そして12番の増田、大宮東高校簡単出ようというところ、平山ボールをキープ、キャプテンの平山からパスが送られて10番の後藤から逆サイドにはおっとシュート打ってきた、逆サイド身長があります若林が言っていましたが、この後藤が打ってきました、168センチ、 50m6秒3、非常に俊足です。構成を捉えている大宮市としてはやっぱり最高の攻撃でしょうね、最後はやはりシュートで終わるという攻撃を結びつけてますんでね、まあ、機会はそれほどないですけれども、はい、非常にいい攻撃だと思いますよ、さあ斉藤から左のオープンスペースは梅原、いや金沢が行っています、金沢この辺は第2位にブラン高校ですが、ボールをインターセプトされました、今日は観衆が1万1000人ということですが、本当にこうキャーキャーというものすごい歓声がこだましています大宮サッカー場、今日のこの全国大会へ向けての決勝戦、まあ、今年のキャッチフレーズは始まりの予感ということなんですが、まさにこう何かを予感させるようなゲーム展開、現在は1対0で大宮東高校が1点をリード、さあこの辺はしっかりと梅原蹴っていきたい、ブラン高校は昭和38年の開校、1328人が学んでいます、昭和40年このサッカー部できて、現在は100人を超える部員数、過去にもこの全国大会第60回大会は見事全国高校日本一に輝きました、力があります。一方大宮東高校は、あこれがそのブラン高校の応援、この紫、これがもうブラン高校を象徴するカラーとなっています、白と紫のユニフォームです。一方は大宮東高校は昭和55年に開校、1315人が学んでいますが、このサッカー部も55年スタートを切りまして、現在100人を超えるやはり部員数、中村隆監督、新田澄弘部長、そしてまた橋久夫コーチがこのチームを率いていますが、全国大会は過去4回出場しています。共にこの埼玉県にありましてはトップレベルのこのチーム、今日の決勝戦ブラン高校と大宮東高校の対戦です。後藤がボールを一旦バック、そして松田からまた戻ってまいりました、桜井が打ってきた、
桜井が打ってきました。この辺は斉藤さん、ペナルティーエリアの外ですが盛んにやっぱり打ってきますね。そうですね、数的に不利な状況、速攻が多いですからね、はい、思い切って打つっていうのも一ついい方法だと思いますけどね、はい、なるほど。したがって柴田さん、打つことによってリズムはやはり崩れませんよね。そうですね、今お話があった通り、はい、数的にやっぱり不利な状況で攻撃を展開していますので、先ほどお話したようにやはりシュートで終わるということは、はい、これはやはり非常に必要なことだと。そうですよね、そうですね、はい、さあその大宮東高校、桜井からボールが見出ました。増田が行きます。そして3番亀川が追っていきますが、増田、さあ亀川をかわしました。そして折り返してシュートは打てないか。シュートは打てません。クリアです。大きく前にボールをスイード、平山ヘッドでクリア。そしてボールをつないでいきます、6番松尾、松田です。松田ボールをキープ、回していきます、横に短く回して、そして体勢を立て直そうというところ、大宮東高校。で、後半の21分を過ぎています。前半の29分に松田から出たボールを後藤がシュートを決めた大宮東高校が1点をリードして、そして後半まだ土曜チーム得点がありません。松井の1点が非常に大事な1点になりますが、さあブラン高校今、はい、抜けてってセンタリングをやったのも松田君じゃないですか。そうなんですね、とても1年生とは思われないやっぱり、プレーですよね、はい、非常に落ち着いて、さあそして金沢がボールをキープします。金沢城1年生、多少上級生の中にあって遠慮気味ということも言われますが、さあいいボールを見た、さあ斉藤だ、斉藤がどうする、一旦横で叩いてシュートは高田、高田のシュートです。まあ、なかなか持ち味ということでね、あの辺からの高田君のシュートはあれなんですが、全体的にそれが精神的な焦りにつながってくるシュートになってしまうと、あのみんなの気持ちがますますなんて言いますかね、圧力が生じてくる、はい、ということなんで、なるほど、ね、みんなの気持ちが納得できる形であれば、シュートというのは非常にいいんですけど、ただ今回のこのチームを見ていると高田の持ち味あれですから、はい、まあ、あれで流れが変わるということはないですよね。やっぱりこう自分たちでよちよちまたいけるというね、はい、そういったシュートだと思うんですが、まあ、後半22分まだまだ時間の方あります。あと18分、そして大宮東高校がメンバーが変わります。5番の松井に変えて16番の澤田が入りました。上野さん、はい、この交代はね、あの松井君の方から先生もうダメですって30秒前に合図がありました。あ、そうですか、はいはい、足を引きずって今ベンチサイド帰ってきましたが、その松井に代わって16番の澤田が入りました。3年生澤田雅宏は168センチ、堅実な守備をするプレイヤーです。4番の江島、12番は増田、10番は後藤、一つ開きます。16番変わったばかりの澤田、7番の小林、上げて逆サイドヘディングシュート、若林のヘディングシュート、この人の持ち味、187センチあります。チーム1の長身、これは確かに柴田さん怖いですね。怖いですよ、あの自分の不利な時には、はい、この頭がまたディフェンスとしても使えますしね、はい、攻撃になればあれだけの強敵なヘディングを見せるということで、非常にお目指しのプラスの選手ですよね、はい、さあボールが出て原がヘディング後ろへ、アサリは打てません。そしてカウンターをかけようという大宮東ですが、これはボールキープするのはブラック高校の梅原、右サイドでボールを出します。江原が待っていますが、この辺は激しいボールの奪い合いは斉藤がボールをキープしました。縦にパスを送った、浦田が待っている、どうだ、打てるから、さあ叩いて江原、そして外からもう一回アサリシュート、シュートが決まりました。1対1、後半の24分同点、これもオフサイギリギリところのポジションだったんですよ、そうですね、いやそれにしても素晴らしい攻めを見せました。1対1の同点、
斉藤さん、はい、さあこの場面ですがいかがですか。浦田そして江原斉藤から浅利よく落ち着いて最後ね、決めれたんじゃないかと思いますね、さあこの浅利のファインゴールが決まった1対1の同点。さあここは逆にブランとしても柴田さんこれ大事にいかないといけないですよね。そうですね、これでおそらく、はい、体力的な意味での心配は大宮選手は持ってないと思いますので、ね、また点を取りに、はい、全体で攻撃仕掛けてくると思います。確か70回大会にね、お正月大会やる四日市中央工業でしたかね、1点を返してその後すぐになんかこうふっと抜けた後取られましたからね、負けた試合がありましたですね、はい、それは注意をしないといけません。ブラン高校さあ1対1の同点となりました。後半残りしたがってあと15分14分になりました。残り14分ここからが勝負です。浦田がボールをキープ、浦田がキープ、さあ折り返すか、かわそうというところ平間をかわしました。そしてもう1回外へ、中は3番亀ヶ谷シュートを狙ってきました。亀ヶ谷のシュート。さあ残りあと14分ですが斉藤さん、はい、ここから両チームに言えることはあと残り14分どんなことがありますか。そうですね、もう今ブランの方がやっぱりボールを支配している率が長いんでね、また同じような形っていうのが かなり作れると思うんですよね、その中で大宮東がどんだけ中盤の選手がボールを拾えるかっていうところだと思うんですけどね、なるほどね、はい、しゃってこの辺中盤のこの桜井からボールが横にはたかれましたが、この辺でいかにこうボールを支配してそして前方フィードできるかという2番の松田から右のオープンスペースは後藤が待っていますがタッチに乗られました。1対1の同点。前半の29分大宮東、後半24分ブラン、1対1の同点。しかし柴田さん、この歓声ものすごいですね。この高い位置から放送席で柴田さんとそれから斉藤さんお話を伺っていますがちょっと聞こえなくなりますね。卓球されますよこれ。したがってベンチからの指示は全くダメでしょうね。さあ横にボードを流しました。大宮東高校右から左に攻めていきます。青いユニフォーム村本は稲妻が走っています。さあ16番の澤田、大宮東高校澤田浅見がスライディングタックル、そして最後はその澤田のタッチでタッチラインを割りました。しかし斉藤さん、はい、J リーグスタートでその前哨戦ナビスコカップもものすごい盛り上がりだったんですが負けてませんねこれね。そうですね、まあ、そういった意味でサッカー熱が本当に増してまいりました。まあ、サッカーファンから見れば柴田さん非常にこれは嬉しいことですね。そうですね、今もう本当に間もなくだったりサッカー熱が、はい、さあ浦田がチールで蹴ってそして14番金沢おっと足を取られた。これはホイッスルファールです。ファールです。ペナルティーエリアのわずかに外。本当にサッカー熱が上がっているところで、こういう高校生でも素晴らしい試合ができるんだということを見せてくれるのは本当に嬉しいことですよね。さあそんな中でブランがチャンスを迎えましたが柴田さんこの攻めはどうなりますか。さあ、直接、はい、行きますか。行くとすればそのキック力から言えば坂口かあるいは高田か誰が蹴ってくるか。あ、金沢は蹴るんですかね。横に流すかあるいは直接狙うか。今ボールに対しては斉藤が行きました。上げましたが直線狙ってこれはバーを越えていきました。最後は斉藤が行きました。まあ、本当にこのサッカー熱が盛り上がる中で埼玉県も実は柴田さん2002年にそのワールドカップを ね誘致しようという動きもね、はい、非常に今ね盛んに行われているわけなんですがね、
もう県議会まで通りましてですね、県を挙げてなんとか日常という方向でやっておりますので、はい、これは勇気あります。いい判断でした吉野。まあ、今の中高生あたりのおっとヘディングでさあ落として後藤のシュート、キーパー、キーパーの吉野がセーブしました。若林から最後は10番の後藤のシュート、キーパー吉野がっちりセーブ。まあ、いずれこの小学生あるいは中高生、中高生あたりでしょうかね、2002年となりますとね、そうですね、まあ、活躍するそういった選手になります。まあ、そういったいわゆるこう予備軍という格好になりますが、当然この J リーグに行くんだというそういった目標を持ってサッカーをやっている選手も多分にいます。今日のこの決勝戦、先ほど話がありましたけども、はい、あの斉藤さんのいらっしゃる三菱、まあ、埼玉あるいは浦和という地区にですね、はい、J リーグという受け皿がありますんでね、ぜひ多くの埼玉県の子どもたちが三菱でやってくれることを願いますですね。そうですね、ジャパンのボールを上げました。そして4番の横田が行きました。ブランコ高校をクリアしています。確かにそういった意味合いでは斉藤さん、はい、こういったふうにあのいわゆる J リーグの予備軍を見るっていうのも楽しみでしょうね。そうですね、こういう中から何人かの選手がやっぱりプロリーグっていうかね、はい、育ってくれるといいと思いますよね。そうですよね、まあ、ファームの監督ということになりますから早く僕のところへ来てくれみたいな気持ちがあるんじゃないですか。さあボールが出ました。これはクリアです。斉藤さん、盛んにメモされているようなんで、その辺をチェックされているかもしれないですよ。はい、まあ、しかし埼玉県の方から言えばそういった選手がどんどんやってくれば非常に嬉しいことです。さあゴールの、ペナルティーエリアの中ですが外に出しました。懸命です。今の梅原のこのディフェンスもね、本当に頑張りますね。死です。お手元の時はもう32分残り8分、大歓声です。おっとこれは流します。ホイッスルありません。さあそして大宮林高校がボールをキープ、この辺は大事につないでいきたいところだったんですが、さあ江原が行った、ホイッスルです。ちょっと両方足が止まっかけてきてますね。なるほど、多少疲れが出てきたでしょうかね、はい、16番の澤田横にはたいて、9番の桜井縦に送って、これは胸のトラップ梅原。こうなるともう一瞬のやっぱり集中力の欠如、それが失点そうですね、あるという、はい、なりそうですね。それからちょっとしたミスですよ ね、6番の松尾です。浅利そして浦田ヘッドで落として自ら前へ走り込んでいきますが、ホイッスル。やはり今浦田君が足を下げてますが、失敗するのはですね、はい、これはもしかしたら延長戦もということになったときに、足がつる状況ですね、スタミナの問題、ね、浦田が今その不審運動を行っています、はい、さあそれだけの激しい試合を続けてますんでね、そうですよね、足のつる選手が出てくるだろうという、はい、今その浦田が元気にこの戦力として加わっていきました。さあ坂内はボールをキープ、グラン高校白と紫ユニフォーム、横に入られて7番の浅利、先ほどシュートを決めました。浅利から浦田です。浦田がボールをキープ、この辺もそのやはりこう足の疲れでしょうかね、浦田ね、ちょっと耐えることができませんでした、はい、さあその間にいいボールが出ました。澤田がボールを持ち込む、澤田が持ち込んでどうだ、横に流して若林が待っている、クリアクリア、まだ桜井がボールをキープ、その前にホイッスル。そして10番の後藤が今大宮東高校を倒れ込んでいます。10番の後藤、今日最初の得点、先制の口火を切ったのこの後藤の1点目でした。中村監督、中村隆監督49歳、今の後藤のところではファールがあったんですが、あの同校が大宮東に有利だということで、アドバンテージを取った、レフで流しましたですね、はい、まあ、今の続はもう流して正解ということで、僕のところではかわいそうなんですけれども、はい、自分としてはもう流して正解ということですので、まあ、確かにこれだけのハードなゲームをしますと足がしっかり、まあ、張ったりということで、今ブラン高校も
は中に入りましたが、13番江原、8番の斉藤、そしてまだ11番の浦田は田原君にちょっとマッサージを受けています。早くこの戦力として復帰していきたいんですが、後半の35分を回りました。残りあと5分です。果たしてどちらが点を取るか、あるいは延長にもつれ込むのか。4番の江島、縦にパスを送りました。桜井、ホイッスルです。さあ斉藤さん、はい、残りもう5分ないんですが、この辺の時間帯ですよね、非常に大事ですね。選手は苦しいと思いますけど、その中でもやっぱり丁寧にやることを忘れないようにしないといけないと思いますね、はい、丁寧にね、はい、確かに雑になってはいけません。さあ坂内はボールを持った、坂内はボールを持った。今度は桜井から若林、ボールをキープ、後ろから4番の横田が来ました。横田がこの辺は大事にゲームを進めていきたい。ブラン高校ハーフラインを越えました。あ、柴さん、2番のパスでもね、やはりこう味方にね、そうですね、渡さないといけませんね。もうここまで来ましたら、1人が何をするっていうのはあれじゃなくてですね、もう2タッチぐらいでやっぱり早く味方の選手の動きを待って、はい、早くパスをすると、そういうことの方がより必要になってきますね。そうでしょうね。そういう意味では、ルダンの方が、はい、そういうところは、よく練習ができているというところ。なるほどね。さあ、飛んだのは若林、そしてゴール前、ヘッドでクリア。クリアは13位が斉藤が行きました。11番の浦田も行きます。しかし、ボールキープは大宮東、インサイド、松尾が折り返す。梅原、10番、1年生梅原、クリアです。もう集中力しかありません。集中力でやはりこの力を一つに傾けていきたいところです。ほっとしてはいけません、気を抜いてはいけません。手元の時計では37分を過ぎました。もう残り3分はありません。小刻みにボールをキープ、そしてパスを回していきます。これは松田の足、そして金沢が倒れ込んでファウルを取られました。ブラン高校はフリーキックです。残りあと2分と30秒。数年前に2対2の同点ありましたんですが、本当にブランが11で負けてて、はい、終了、本当に間近で同点に陥って延長戦、はい、ありましたね。ブランが勝った試合がありましたんですが、67回大会でした、はい、前半1対0、後半2対1、2対2で延長 0.0 点。これは打ってどうだ、ダメです。今日はその試合の再現を見てるような、はい、本当そうですね。67回大会、本当に行き詰まる熱戦が、まあ、最後は PK で 5-4 でブランが勝って全国大会出場を決めたんですが、まあ、この全国大会への埼玉県大会で本当にこの両校はいろんなドラマを ね、 そうですね、生んでくれてますよね。残りあと1分と30秒です。ほとんどもう時間はありません。ね、松田からボールが出ましたが、4番の横田、22番の若林が競って若林垂れ込んだんですが、ホイッスルはありません。さあ、そしてキーパー吉がボールを蹴ります。ブランが攻めていきます。浦田が走りますが、6番の松尾、肩にパスを送りました。3番の玉川、ブラン高校走りますがタッチです。スローイン、玉川からボールが中に入りました。11番の浦田、ブラン高校、頭で落として斉藤が行きます。中盤の斉藤、さあボールが出ました。折り返した、シュートを打てるか。江原との呼吸が合いません。その江原もちょっと足がつっています。さあ今度は攻めに転じた大宮東高校、残りあと手元の時計では30秒、時間はありません。チャンスですよ、オープナーは、はい、斉藤から14番の金沢、ゴールの前、江原はおりません。江原は外へ出ています。さあどうする、ボールをキープして2人対1人、金沢ボールをキープ、そして最終的には
小原君もやはり決勝上がりということですので、それでの満足な練習が、できなかったというしたがって今、エンドの外へ出ています、今の金沢のボールキープ、おそらくこの江原へ ね合わせたいという感じだったんでしょうが、はい、その江原が出ていません。普段は苦しい、普段は苦しい。さあ、そして大宮西高校はボールをキープするか。ホイッスル、もう手元の時計では40分を過ぎています。果たして延長戦に入るのか、あるいは1点が入るのか。手元の時計では時間は全くありません。あとはロスタイム。アサリ、アサリボールをキープ、クリア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 。スローインはブラン、6番の高田、2番の坂口。折り返すか、折り返した、ゴール前行ったか。さあ、そして外から金沢待っている。金沢どうする、これは壁に当たりました。左足のキック、壁に当たりました。さあ、そして大宮東が、さあカウンターか。さあ、いい流れになったぞ大宮東高校。9番の桜井、桜井がかわそうというところですが、今のは柴田さん打てませんか。ちょっとやっぱり持ちすぎですね。持ちすぎですね。打つか、あるいは回すかしたいところだったんですが、増田君が後ろから攻撃参加、手助け入ったんですけどね、はい、体力的に入る1年生ということで、追いつかないという、持たざるを得なかったという、そして今笛が鳴りまして、この決勝戦は1対1の同点でご覧のように延長に入ることになりました。1対1の同点、大宮東が前半に1点を取りました。前半の29分、後藤のシュート、そして後半に入って24分にアサリのシュートが決まって、ブラン高校が1点を取って1対1の同点。さあ、いよいよこの後は10分ハーフ、20分の延長戦に入ることになります。今そのエンドを決めるコイントスが行われました。いや、それにしても柴田さん、80分が過ぎたんですが、あっという間です。本当にあっという間に過ぎましたですね。しかし本当に素晴らしいゲーム、どんなことが感じられますか。まあ、前半終わりましてね、はい、子会社の入っている間に、延長戦になるんじゃないかという話をしましたんですが、まあ、最初また前半お話したように2点目が勝負だということで、はい、まあ、その通りになってきたということですね。しかし延長戦で本当にどちらが1点取るのかどうか、PK戦にもつれ込むのか、はい、今もって、勝敗はどちらに来るか分かりません。これがその後半のブラン高校の同点ゴールなんですが、アサリが落ち着いて決めました。これで1対1の同点になったんですが、さあ斉藤さん、はい、斉藤さんはこの80分を振り返ってこうどんな印象ありますか。かなり両チームともスピーディーっていうか、攻守の切り替えも早くて、激しいサッカーをしてるんで、かなり消耗してるんじゃないかと思うんですよね。この延長10分ハーフですか、はい、でどんだけ本当に選手が勝とう、勝ちたいっていう、こう何人選手がそういうのを思ってる方がやっぱり最終的には残れるんじゃないかなっていうような感じをしてるんですけどね。なるほどね。まあ、ご覧のように各選手も本当に疲れています。したがってそれぞれの選手がマッサージを受けて、まあ、そしてその延長戦に挑もうというところですが、ご覧のように照明にも火が入りました。今日のこの県営大宮サッカー場、1対1の同点、まあ、曇り空、まあ、今日は日曜日、本当によくお客さんの方も入りました。ご覧のようにこちらが正面スタンド、まあ、この正面スタンドの高い位置から私ども放送席を置いて、そして放送をしているんですが、まあ、柴田さん、本当にこう今日、ね、この大宮サッカー場に足を運んでくださった方々も本当にこう満足できる、満足ですよ、本当に満足してると思いますよ。これがまだこの後も見られるという、はい、まあ、テレビの前でですね、見られている方も、はい、この本当の興奮がですね、なかなか画面を通じては、はい、行き渡らないと思うんですね。まあ、そういう意味では会場に足をぜひ運んでいただきたかったというふうに思うんですけれども、ただこれ生放送です。
今からでも十分20分見られますから、しかも一番いいところが分かりません、ね、はい、お近くの方ぜひこの大宮サッカー場足を運んでほしいと思うんですが、さあそのブラント大宮東ですが、前後半のその集計シュートの数がブラン高校が23本、大宮東高校が11本、そしてまあコーナーキックがブランが6本で大宮東が2本という、まあ、こういった格好で柴田さん、シュートの数ではもう倍以上そうですね、ブランが打ってますね、はい、後半は特に、まあブランの構成が続いている中で、はい、カウンターアタックを大宮は仕掛けてたと、まあ、その時には必ずシュートで終わったということで、攻撃としてはまあいいんじゃないかという話をしておりましたんですが、構成自体は圧倒的にブランが有利を取ってたということですね、そうですね、まあ、そのブラン高校ですがこの大会は A ブロックで出てまいりました二次予選、まあ、私立大御所に4対1、寄居に4対2、浦和西に1対0で勝ちまして3勝負けなし、勝ち点12、得点9、失点3で、もちろんこの A ブロック1位で決勝トーナメント進出を決めて、その後本庄東に1対0で勝って、そして昨日のベスト4では4対0で勝って今日の決勝進出、一方の C ブロック登場した大宮東高校は越谷北高校に3対1、本庄東9対1、入間工業10対0ということで、まあ、3勝負けなし、勝ち点が12、そして得点が22、失点2ということで、まあ、得失差がなんと20ということで、もちろん C ブロック1位でこの決勝トーナメント進出を決めました。そして寄居高校に4対1、ベスト4、昨日のゲームでは浦和市立高校に4対1で勝ちまして今日の決勝進出、まあ、これまでは柴田さん、ブラン高校は、まあ、そんな楽勝というゲームはありませんでした。あえて言えば、まあ、昨日の試合かなという得点差ではね、後半30分過ぎに3点入れたという形で、はい、まあ、実際1対0で推移した試合で、はい、まあ、これまでの完勝ということではないですけれども、まあ、ずっと試合を内容から見れば、ね、内容から見ると、一番良かったんじゃないかなという、逆に大宮東高校はリーグ戦からこのトーナメント戦と、はい、いずれもいい形で、そうですね、まあ、リーグ戦は中村先生もお話になっておりましたように、まあ、22点ですかね、得点はね、はい、22点、まあ、これは相手からして対象にならないと、トーナメント入ってからが優先して大切なんだっていう話をされておりましたんですけど、それでは毎試合4点ぐらい入れておりますので、そういう意味での攻撃力は、確実にあるということですよね。そうですね、ただやっぱり言われることはこの決勝戦相手がブランク高校、これまでとは違うということですよね、はい、さあこれからいよいよその延長戦、まず前半の10分がスタートを切ります。ブラン高校のキックオフ、エンドは左から右に攻める白と紫がブラン高校、そして右から左に攻める青いユニフォームが大宮東高校です。さあこの延長戦前半の10分がまずスタートを切ります。さあそして柴田さん、この延長に入ってどんなことが言われますか。そうですね、大宮東はですね、大きなパスが出ました。若林くんですね、若林くんが何かして出すんじゃないかという予想、それからブランはですね、もう言ってるたつきの浅見くん、浅見くんに、それからエースの江原くん、まあ、その辺が勝敗を決する、なるほどね、ところに、名前が最後上がるかどうか、なるほどね、というところでさあ大宮東高校ボールが出ました。 G 番の後藤です。壁に当たってこれはタッチラインです。スローインに変わります。若林君は勝手ぐらい入れてきた話も、探ってもですね、もう残り時間がないところで、最後4点目を決めてるという、何らかの形で点に絡んできてますんで、大宮東としては、まあ、私はちょっと期待をして、浅利君自体は、まあ、それほどこれまで活躍らしい活躍せずに得としたディフェンスに、ポジション的に下がったりなんかしてましたけれども、先ほども1点、まあ、こういう試合ではラッキーボーイが進むということもありますので、浅利君あたりかけてみたい。なるほどね、はい、ということは背番号で言えば大宮東の22、そしてブランの7、はい、さあしかし高田がボールをキープしました。ホイッスルファールを取られたのは大宮東高校。そしてまた気をつけないといけないのはやっぱりこう立ち上がりですよね。そうですね、
さあその立ち上がりチャンスを迎えました。まあ、あの浅利君と話しましたけども、はい、なんつってもやはり江原君がどうだ、どうかということですね、はい、途中交代ながら重要なところではみんな点を決めてますんで、そうですよね、はい、ここ一番その浅利は本当にこの決勝トーナメントもゴールを決めています。さあ壁ができました、大宮東、そして打つのはグラン高校。さあどうする、2番の坂口のシュート、坂口のシュートは大きく外れてきました。上野さん、はい、あの延長戦に入る前、両監督言葉少なかったんですが、はい、あの大山監督の方はあのボールを持ちすぎないようにというのを指示していました、はい、それから中村監督はですね、あのキャプテンの平山に気持ちは負けるなというのとですね、それから、柴田さんの話に出てきた岡林君はね、先生気合い入れてくださいって言って向こうから言ってきたそうですよ。なるほどね、という辻アナウンサーがその延長戦に入る前の表情を伝えてくれましたが、まあ、柴田さん本当そうですよね、普段はボールをあまり持ちすぎないように、それから気合いという中村監督、平山の、ね、コメントだったんですが、普段持ちすぎないってもともと持たない範囲でサッカーやってますので、ね、はい、ただそれを徹底しようという大目指しにやはりそれをやってもらいたいですね、ここまで来ましたね、リズムのいい時というのは必ずダイレクトあるいはツータッチぐらいで3本4本はパスを回っている、そういう結果から点が入れているという前半ですね、結果あります。はい、右サイドオープンスペース、いいボールが出ました、後藤が行きます、大宮東高校後藤、そしてゴール前上がっているのが22番の若林、おっとこれは足が出てしまいました、これは1年生の梅原、思わず足が出てしまいました。まあ、必死のプレーがね、こういう形になったんですが、ただこの辺でやっぱりファールというのは本当はよくありません、というか味方にとってね、はい、ピンチになりますからね。こちら中村監督、左サイドが新田部長、中央が橋コーチです。大宮東高校が右サイドからフリーキックを得ます。さあそして怖いのが、いや22番というとなりますね、はい、6番がフリーです、6番、はい、さあ22番じゃヘディングシュート、どうだ、高田がクリアしました。まだ続きます、若林が飛んだヘディング、頭一つリード、ヘディングでつないで後ろ、さこれは梅原、いや金沢がボードを蹴ってクリアしました。今もう本当ゴール前で、松尾君ですか、はい、6番、フレームしてましたですね。なるほどね、本当に芯の突きが怖いところですね、つながりますんでね、はい、特にリスタートとは落ちておかないと詰めてくれないってなりかねないという、はい、まあ、そういった意味で斉藤さん、はい、この後の1点は本当に致命的と言ってもいいぐらいの感じになりますもんね。勝負はあったというふうになっちゃうんじゃないかと思いますね、はい、左サイドボールが出ました、横田が言います、グラン高校、松田の足に当たって最後は出ました、フラン高校のスローインです。この延長戦の前半も5分と30秒経過しました、まあ、とにかく斉藤さん、はい、この、ね、両チームのプレー展開、20分といってもすぐ終わっちゃいますんで ね、本当に集中しないといけませんね。フリーキックとかコーナーキック気をつけないといけないと思うんですよね、あと平山キャプテン、平山キャプテン、さあそしてこの辺は細かくつないでいきます、早く展開したいですね、はい、早く、はい、展開を、若林、そして斉藤、さあ今度は無難がここは早く行きたい、江原がボールをキープ、そして横にパスを出してスルー、そのスルーの後ろ、ね、はい、斉藤が出てきました、ね、そして逆左、左サイドは金沢、これもつないでつないで早くですね、はい、後藤です、大宮東高校、これもさあ中林が行きます、ボールへの集中力が執念がファールとなってしまいました。大宮東高校、中林、さあフリーキックはブラン高校です。前半のこの7分になろうというところ、残りあと3分、延長戦です、今日の決勝戦延長に入っています。
ペース増田小林江原からさあこの人は11番の浦田浦田から江原江原がどうする出しました浦田へ行きますこれはホイッスルこの両チームの決勝戦最初初めて顔を合わせたのが63回大会4回でブランが勝ちました折り返す、そしてシュートはどうだ、ヘディングシュートはバーを越えましたレッシングのファウルですね、はい、そして2回目の直接対決は65回大会ブラン高校とこの大宮東高校は2対1で大宮東が勝ちましたそして67回大会はブラン高校大宮東は2回の同点で延長は0対0、結局 PK54 でブランが勝ちました。そして68回大会平成元年ブランが大宮東1対0で破って全国大会出場を決めています。過去4回この直接対決をして全国覇権を争った年がありました。今回が5回目ということになります。長いシュートを打ってきました7番の小林7番の小林博之167センチ、6秒2という身長です。足の速い選手ですがロングシュートを打ってきました。この辺の柴田さん、ロングシュートはいかがですか。そうですね、今のリズムは大宮東がなんか取ってますので、はい、どん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 シュートを打つべきだと思いますよ、はい、ヘッドで落とす、そしてつなぐブラン高校が後にクロスで上げて平山がヘッドでクリア、11番の浦田が行きましたがこれもクリアです。そしてタッチを割ってスローイン、手元の時計9分を過ぎました。残りあと1分、延長戦のこの前半残りあと1分、1対1の同点です。中林さあいいボールが出ました。高田ボールを持ち込んでどうだ、シュートは折り返したがサポートありません。折り返しましたがサポートはありません。斉藤さん、1人欲しかったですね。そうですね、もう、もうちょっとだったですね、はい、平田が返す、足を伸ばしたのは増田。澤田君が本当によく、はい、足を伸ばして、はい、ボールのコースを変えましたですね、16番ね、はい、ヘディングで、これもヘディングで後ろへ落とした江原なんですが、もちろん誰も後ろいません。そしてこの前半の10分を過ぎて得点はありません。いよいよ延長戦も後半残りあと10分ということになります。この10分で果たして決着がつくのかどうか。期待した若林君が交代ですね、そうですね、22番の若林に変えて結局13番の小泉が入っていきました。小泉義行です。まあ、高さという点では若林が187センチ、この小泉は173センチと、まあ、場では随分こう差が出てしまうんですが、まあ、小泉頼幸、まあ、ファイター、まあ、インステップのシュートが非常に威力があるというそういった選手です。若林も実は10月ぐらいまでも怪我でね、ベストでゲームできなかったんですよね、まあ、そういった怪我が癒えてこのリーグ戦決勝トーナメントと出てきたんですが、そういった意味ではやはりこうスタミナの点で多少また不足しているということで、中村監督も変えてまいりました。後半の10分です。残りあと10分、この全国へ向けての71回大会もさあいいボールが出ました。大宮東高校はシュートを打って12番の松田、斉藤さん、はい、本当にこの松田目立ってますね。僕は2試合しか見てないんですけども、はい、非常に周りが見えると言いますか、1年生ながら落ち着いて仕事ができるということで、非常に僕はいい選手なんじゃないかなと、なるほどね、はい、さあ
クロスでパスを上げたんですが通りません。ブラン高校、その増田が今ボールをキープ。大宮東高校7番の小林が来ました。小林右に開いて10番の後藤が待っていた。その後藤へのパスです。後藤へのパス、さあ中へ出して平山のシュート、梅原がよく代わりに行っていました。志村さん、平山のシュートですが梅原もねよくマークしてましたね。どちらかというと3バックスの1人なんですけれども、はい、最初の話で松田君がですね、あまり出ることなく、はい、ずっと平山君が攻撃参加する場面が非常に多いですね、はい、日本は。これはホイッスルです。ファールがありました。まあ、3バックというのはダブにこう後ろが手薄になるかなというそういった心配もあるんですが、実は斉藤さん、はい、三菱浦和フットボールクラブのトップチームは3バックですよね。そうですね、まあ、トップチームは森監督がチームを率いていますが、やはりそのチームに応じたやはりディフェンス、そしてミッドフィルダー、そしてまたフォワードということになるわけですからね。そうですね、選手によってでしょうね、はい。キャプテン大宮東としてはやはりこれがベストということで戦っています。さあ、ブラン高校がボールをキープしました。右から左に攻めていきます。いいボールが出ます。亀ヶ谷中に入れました。おっと足を伸ばした金沢。さあ、ブランのまだチャンスが続きますが、ゴールの前一人かわした。さあ、折り返せるか高田。柴田さん、あそこまで入っていくと、ペナルティーが怖いですね。あ、それはありますね、確かにね。思わずね、ファールなんていうことになるとこれはもう PK ということになりますから。さあ、コーナーキック。あ、そして大滝がもう守るということで、その後藤、まあ、ツートップの一人ですがやっぱり上げますね。引かせて、そして守りに入らせました。さあ、ブラン高校のこのキックで江原のシュート。江原のシュート、しかしキーパー大滝ががっちりセーブしました。技ではありませんがいいキーパーですね。そうですよ、高いボールは非常に強いですよ、はい、タイミングのいいセーブを見せてくれました大滝です。これは大宮東高校です。スローイン、ご覧のように、ま、このベンチに入れない選手もたくさんいるブラン高校、そしてまた大宮東高校ですが、バックスタンドから大きな声援を送っています。柴田さん、まあ、人数が多いということで全員はこれベンチに入れませんが、バックスタンドからね、本当懸命の声援でね、さあ、大宮東高校が、あ、この辺がもったいない。おっと、高田、しかしボールをキープした16番澤田、大宮東高校、あっと、これも1人かわされて、さあどうする、小林が中へ入れた。さあ、1対1だ、どうだ。よく守りました。キーパーよく守りました。13番小泉のシュート、これ以上ないというボールを出しましたけれども、1対1でしたね、さあ、まだ東が攻めていきます。大宮東高校が攻めていきます。後藤のシュート、これは大きくそれました。あの辺は斉藤さん、はい、キーパーの吉野もね、非常に難しいところなんですがね、いいタイミングで、飛び込みましたね、迷いはなかったですもんね、はい、あれ柴田さん、ちょっと迷うとね、そうですね、大変なことになりますもんね。残りあと5分です。延長戦あと5分しかありません。まあ、泣いても笑ってもプレーはあと5分。さあ、またボールを持ち込んだ小林、右へ叩いて後藤だ。そして折り返せません。この時間は大宮東が攻めています。松尾がスローイン、ボールを中に入れました。もう一回松尾、中に、これはクリア。
まあ、この辺も柴田さん、先ほどはあのクリアミスから言ってますんでね。そうですね、プランとしてはクリアも大事にしたいところです。ちょっとやはり、総合的な運動量、スタミナ、平野が追いつかなくなってきましたね。なるほど、さあ平野折り返した。おっと危ないぞ。おお、ためがやポストはわずかに右でした。ちょっとヒヤッとする場面でした。今キーパー、本当は手で取りたかったんですけど、手で取れば関節が大きくなってしまうということで、そうですね、さあ大宮東高校のコーナーキックになります。これが延長に入って初めてのコーナーキックになります。大宮東高校右サイド7番の小林がボールを蹴ります。小林がボールを蹴ります。さあ誰が入ってくるか。おっと、これはミスキックになりました。ただこういった場面で若林がいるといないでは随分違うんですが、まあ、無難のプレッシャーとしてはね、はい、あの187センチがいないというのはやっぱりちょっと楽ですよね。さあ手元の時計では今7分、あと残り3分です。さあ残り3分、柴田さんどうでしょう、手入りますか。まあここまで来たら、はい、もう引き分けて、はい、そうですか。まあ、引き分けでクロス埼玉県の選手権という意味では同時優勝になるんですが、ただ全国予選も入っていますのでね、はい、PK で決着ということになります。あと残り2分と30秒。さあそして斉藤さん、はい、というか泣いてもらってもあと2分30秒ですが、この辺はどうですか、選手としては。そうですね、もう何しろ1点欲しい、欲しいですよね、という感じでやってると思うんですけど、はい、空いてる選手を早く、使って一人でこねない方がいいですね。なるほどね。さあ浦田がオープンスペースボールを出しました。さあそしてここから早く行きたい、この辺ですね、はいはい、坂口もいいプレーヤーですが、今のでもやはりこうでできれば折り返してしまいたいところです。おっと、ボールをキープ、そして後藤が待っているな。3番田谷バントラップ、そしてボールをクリア。さあ繋いでいきます。残りあと2分ありません。そして大宮東高校のこの攻め攻め攻めていく、足を出した斉藤、ボールを止めました。あと1分30秒、時間はもうありません。おお、浦田君、浦田君のブランのツートップがもう足がつってますんでね、はい、この分だけやっぱり大宮東のコースが続いてますよね、なるほどね。さあ平山にボールが出ました。平山、これはコーナーキックになりました。確かに今の中もこう平間に抜かれましたが、やっぱちょっとこうね勝っているという感じになってますからね、はいはい、さあコーナーキック残りあと1分を切っています。手元の時計では残り1分を切っています。1対1の同点、延長に入ってまだ両チーム点はありません。果たして PK 戦に持ち込まれるのか、あるいは決着がつくのか。ボールを蹴るのは小林博之、逆サイド飛び込む、ヘッドでクリア。さあそしてシュートはどうだ、壁に当たった、クリアクリアクリア。さあまだ東がキープ、中に入れてキーパーの吉野。もう時間はありません、もう時間はありません。早くゲームを進めたいところ、ブラン高校ゴールキーパーの吉野弘樹、178センチ、2年生吉野が今ボールを前線にフィード、そしてボールをキープするのはしかし大宮東高校。両チームともにやはり力が出てまいりました。梅原1年生、ブラン高校、手元の時計は10分を過ぎています。もう時間はありません。さあブラン高校の攻め、上原が行った、キーパーが後半の前に出てきた。さあそしてブランのボールですね、ブランのボールですね、キーパーが今飛び込んできましたが、ブランのこれはチャンスになりました。あ、これはキーパーのファウルになりましたね。ただキーパーとしてはもう懸命のプレーで、あー、さあ時間はありません、どういうプレーを見せるか。
まあ、今年の湖南高校はそれぞれの選手が考えてゲームを行ってきましたが、ここはもうやはり大山監督からサインが出ましょう。大山監督立ち上がっています。これはもう打つと思いますよ、はい、壁が10人の壁ができました。後ろはキーパーだけ。さあそしてボールの前は斉藤です。さあどういう風な展開を見せるか。もう時間はありません、時間はありません。ラストプレーになるかも分かりません。さあ横に叩いて、そして高田のシュート、壁に当たった。もう1回、さあどうだ、ここから打ってくる、どうだ、その前にホイッスルが鳴っていました。この歓声でホイッスルが消されてしまったんですが、ホイッスルが鳴って試合終了。ゲームの方は結局決着がつきませんでした。1対1の同点で、この埼玉県の高校サッカー選手権大会としては両校優勝ということになりました。両校優勝。しかしこのお正月から全国大会が始まります。したがってこの大会はその全国高校サッカー選手権埼玉県予選ということにもなっています。その全国へ進むにあたってやはり決着をつけなければいけません。したがってこれから PK 合戦ということになります。あ、しかし柴田さん、結局決着がつきませんでした。言うことがないですね、おそらく今日詰めかけているファン、それからテレビご覧のファン、もうこれでいいじゃないかと。そうですね、ね、そう思うんですが、しかし斉藤さん、はい、もうとにかく全国大会があるわけですから、これは勝負をつけないといけません、ね、しょうがないですね、はい、先ほどお話した何千万になりますですかね、2対2、あれが67回、67回大会、4年前、そうですね、4年前になりますんですね、はい、63年度の大会、したがって63年から平成元年に移ろうという年でした、はい、2対2の同点で延長0対0、はい、そして PK54 という格好でした、はい、まあ、この時は武蘭高校がその PK 合戦で勝って全国大会に駒を進めたわけです。まあ、その67回大会は武蘭高校駒を進めて、まあ、ベスト全国ベスト8ということでありました。さあ PK 合戦です。これから PK 合戦、まあ、こういった時の斉藤さん、はい、斉藤さんも当然、ね、経験あると思うんですが、その PK 合戦にもつれ込んだ時の選手のこの精神面、気持ちいかがでしょう。プレッシャーかかると思いますね。そうでしょうね。最初の1人、2人、3人目ぐらいまではまだ気分的にはそうでもないと思うんですけども、4番、5番、6番ぐらいになってくるとプレッシャーかかってくるんじゃないかと思いますけどね。そういう意味で PK 合戦はですね、先行の方がいいですね。先行がね、はい、例え最後の5人目まで勝ってたとしても最後、はい、高校の方はよりプレッシャーがかかりますんですね。その後6人目例えばなったとしましても、6人目が外したと、はい、先行が外したと、でもまだプレッシャーかかってくるんですね。それに、プレッシャーのかかる具合の、はい、の高校の方がよりプレッシャーがかかるということですので、はい、なるほどね。それ一つ取ってみると、はい、武蘭有利かと、武蘭が先行になりましたので、そうですね。さあその武蘭高校がまず浅利が出てまいりました。武蘭高校は浅利が出てまいりました。ゴールを守るのは大滝、大宮東高校。この PK マークからゴールまでは11メーター、そしてゴールはポストが2メーター44、バーが7メーター32、この枠の中の勝負ということになります。前住レフェリー、さあボールがここでセットされます。この辺はやはり慎重になりますよね。そうですね。さあそのボールがセットされました。1本目武蘭高校は浅利がボールを蹴ってきます。ホイッスルが鳴りました。決まった。まず1本目武蘭高校決めました。落ち着いています。さあそして大宮東高校は16番の澤田が行きました。16番の澤田が行きました。168センチ63キロ、阿行上平中学校の出身、ボールコントロールが非常にいい選手です。1本目、
1対1、まず最初の浅利、そして澤田、両方とも落ち着いてボールを決めました、ゴールを決めました。柴田さん、落ち着いてますね。そうですね、はい、浦田君は足の不安がどうかということですね、足はだいぶつって、そうですよね、さあ、してましたんで、2本目、その浦田が出てまいりました、浦田直樹です。172センチ、66キロ、ホイッスルが鳴りました、2本目です、南高校。それも決まっています、南高校2本目を決めました。これで2対1。そして大宮東高校は小林博之が出てまいります、2本目、167センチ、62キロ、3年生、国体の選手でもあります。ボールをセットします。さあ、大宮東高校のこの2本目、1です。2対1です。そしてブラン高校は亀ヶ谷が行きました、3本目、ブラン高校は亀ヶ谷が行きました。 PK マークからゴールまで11メーター。ちょっとそれ、高校は3本目を決めました、3対1です。まあ、とにかく柴田さん、はい、キーパーから見れば非常にこの狭いゴールを守る、いや打つ方も、いや広いゴールを守る、したがってあのね、いや広いゴールを守るということなんですが、打つ方は狭い、ね、ゴールへ打つということですよね、本当これだけの広さを持っているゴールなぜと思うぐらい狭く感じますよ、白山3対1となりました。さあ、したがってブラン高校、これから坂口が今ボール方向 PK マークに向かって走っていきましたが、坂口がこのゴールを決めますとブラン高校が全国大会出場を決めます。ブラン高校、そして大宮東高校、今日の決勝戦1対1の同点、そして PK 合戦3対1、坂口ブラン高校が勝ちました。5年連続8回目の全国大会出場を決めました。 PK 合戦は4対1、5年連続8回目。上野さん、はい、どうぞ。鳥監督、小山監督です。おめでとうございました。 ありがとうございます。4年前の67回大会と同じように追いついて PK 戦に持ち込んで勝利でした。いかがですか。そうですね、もう選手の頑張りに何も今は言うことはございません。それでは全国での抱負を聞かせてください。去年以上の成績が残せるようにとにかく一つずつ一生懸命頑張ります。はい、そして今日は大宮東も頑張って埼玉のファンを応援楽しませる素晴らしいサッカーだったと皆さんが思ってらっしゃると思うんですが、はい、非常に埼玉県としていいゲームができた、そんな風に思ってます。おめでとうございました。では国立で頑張ってください。ありがとうございました。武南高校の大山監督でした。次アナウンサーが武南高校の大山監督に話を聞いてくれました。5年連続、そして8回目のその全国大会出場を決めた武南高校ですが、しかし柴田さん、はい、本当にもう最高のゲームをしてくれました。そうですね、試合前に予想した通りの、はい、本当に感動を与える試合をしてくれましたですね、はい、キャッチフレーズ始まりの予感、まさにそんな予感がこのゲームを作ってくれたと。そうですね、今ご覧のように戦い終わって、そして
まあ、いわゆるこうノーサイドといいましょうか、そういった形でお互い健闘をたたえ合っていますが、斉藤さん、はい、まあ、とにかく全国大会があるわけで、勝つチームがあれば負けるチームがある、これはもうしょうがないんですが、大宮東高校本当に素晴らしいチームでした。そうですね、振り返ってどんな印象ありますか。かなりブランに支配されている時間もあったんですけども、後半もう少しボールを落ち着いて早く動かせれば、もっともっとあの無難の攻撃をいなせるって言いますかね、あのはぐらかすことができたんじゃないかと思うんですけどね、かなりそういう面でスタミナもロスしちゃったんじゃないかなっていう感じがしてますけど、ね、なるほどね、まあ、本当にこういったゲームを、まあ、我々放送席から実況するんですが、なんかこう柴田さんね、もう本当に PK なんていいじゃないかと。そうですね、なんかあの外した選手を見てるととてもなんかこうね、言葉に詰まってしまいます ね、全くこれ悪くないんですが、両校優勝なんですが、まあ、結局はこういった形になりました。さあ柴田さん、振り返ってこうどんな印象ありますか。そうですね、はい、まあ、大山先生の話もありましたように、武南自体には怪我人が若干おりましてですね、はい、あとは、まあ、この大会を迎えるにあたって 2,3 週間は必要なんだというような話がございました、現実はやっぱりその通りだと思うんですね、はい、昨日の試合では武南らしい、それらしい試合が、はい、随所に出てきてはおりますけれども、まだまだ、例年の武南らしい、はい、高度なパスワーク、等々がですね、はい、まだ見られないということで、うん、体力的な面も含めて、はい、これから大きな課題を、1ヶ月猶予の間に、整えてもらいたいと思いますですね。なるほどね。一方の大宮東はですね、はい、持ってる力を最大限出した、この結果がこれだったということで、うん、女神が大宮東に向いてくれなかったということで、もう、私の方からは言葉はございません。本当そうですね。本当によくやってくれたと思います、はい。さあ、そして斉藤さん、はい、まあ、ブラン高校が全国へ進むことになりましたが、そのブラン高校、まあ、今柴田先生も課題を、ね、一つ二つくださいましたが、その全国へ向けてのブランのこのチーム、どういうふうなこう戦いをすればよろしいでしょう。かなりボールは支配できると思うんですけども、はい、その中で一人で潰れちゃうような場面っていうのをなるべく少なくして、スピーディーなサッカーをもっともっとできると思うんですよね、はい、その辺が全国のレベルに行った時に潰され、はい、出さないようにすれば決勝まで必ず行けるんじゃないかな、うん、なるほどね、思いますけど、はい、本当にその辺を大いに期待をしたいと思います。まあ、今日でこの埼玉県予選が終わったわけですが、明日全国大会の抽選会が行われます。そして組み合わせが決まって、その全国大会は1月の1日からスタートを切ります。まあ、1月の1日から8日までなんですが、まあ、とにかくブラン高校が昭和あれは54年になりますか、はい、いや56年ですね、60回大会、まあ、これを優勝してからね、しばらくありませんので、あの60回大会をもう一度今大会は達成してほしいという、そんな期待を込めて、まあ、この辺で終わりということになります。まあ、今日のこの決勝戦ですが、解説が高体連サッカー専門部技術委員長柴田宗弘さん、そして、ゲストには三菱ブランフットボールクラブファーム監督斉藤和夫さん、リポーター辻豊人アナウンサー、実況上野明でお伝えしました。柴田さん、そして斉藤さん、どうもありがとうございました。どうも失礼しました。ありがとうございました。